でも、ブスすぎるやろ、もう。ああ、いただきます。じゃあ、てよちゃん、朝の挨拶しますよ。せーの、どうもー、スカイおはようございピーます。ス、イェーイ、イェーイと、おはようございます。コムドットの山本です。おはようございます。ということで、皆様、おはようございます。今回の企画はですね、ウーバーイーツ頼み合い。俺とテオくんとコムドットからはヤマトとユータ、おそらくみんな寝起きな感じだと思うんですけども、ウーバーイーツ頼み合い企画、ヘイフラットやって、アオラウトやって、まあ今回3回目なんですけど、史上最高に寝起きですね。こんなに寝起きなことなかった今まで。なんか知んないけど今日ちょっと起きるの辛くて、今9時30分なんですけども、なんかもう本当に眠い。なんか9時25分で起きて、あ、やばい、もう動画撮んないとってなって、こうパパパパってこうカメラの準備5分でして、で今9時半、もう夢見てる気分。ちょっと寝起きすぎて映っていいのかなっていうくらい寝起きなんですけども、ウーバーイーツ頼み合いしていきたいと思います。ということでね、本日はウーバーイーツ頼み合い企画ということで、この企画をやるのは初めてなんですけど、スカイピースと平成フラミンゴでやってる動画を僕フルで見て、すごいやりたかった企画なのでワクワクしてます。朝昼晩ウーバーイーツ頼んだことがなくてっていう懸念点が一つ、あと僕の家の周りはあんまウーバーイーツがなくて、ウーバーイーツ頼み慣れてないのでちょっと心配。けど先輩は方に住んでる先輩なので、あのいっぱい頼めるのかなっていうのはちょっと楽しみです。平成フラミンゴとね、アオラブさんとね、平成フラミンゴさんとねやってる動画を見てたんですけども、まあこの企画えぐいなと思いながらね視聴させていただいてたんですが、まさか僕がねやることになるとは思いませんでした。その何がえぐいってね、人が選んだご飯を食べるっていうのもそうなんですけども、クリエイター目線で言うとこの動画の編集が多分数ある動画の中で結構トップレベルでヤバい方なんじゃないかなと思っています。アオラブさんのね昨日改めて見たんですけども、編集すごすぎる。ビデオ通話の画面録画とか入れたりなんかいろいろしてたんで、この編集まですごいなと思います。朝ごはん基本的にフルーツとかヨーグルトとか、それだけで済ますタイプなんですけども、頼まれるということで結構油物とかが来たらきついなとか思いながらねやってるんですけども、まあ朝から自分家で撮影できるっていうのはね結構大きいですね。すごいいいです。というわけで、起きてひげも剃ってない、顔も洗ってないテオでございます。もうウーバー頼み合いはね、朝ごはんをね食べれるチャンスなんですけど、普段朝ごはんを食べる時間がなくて食べてないんで、入るか不安なんですよね。ということで、朝はですねヤマトにウーバーイーツを頼む時間になっております。うわー、ヤマトに送るのか。俺なんかヤマトに送るときもなんか変なの送りたくなっちゃうな。朝ってきついんだけどね。朝はだいたいね、あの相場的にめっちゃ軽いのを送ってあげたりするんですけど、なんか逆にヤマトにめっちゃこってりなの送ってみようかな。あ、ヤマト多分朝強いような気するしな。いや、弱いな、あいつ。なんかがっつりなやつと、さらっと食べれるようなやつ2つ用意しといてあげよう。なんか、あれにしよう。これってボケてんの？それとも真面目なの？っていう微妙な線なお店で頼もう。サンドイッチ頼むけど、ハンバーグサンドにするとかね。本気で頼んでんのかボケで頼んでんのかどっちかわかんないっていう。それに最後でフライドポテトを頼むっていうの。ハンバーグサンドにして、ドリンクは、ヤマトコカ・コーラ大好きなんで、コカ・コーラにして、でサイドメニューにフライドポテトと。うわぁ、朝からハンバーグきついなぁ。ジンタンボケないでくださいよってなんのか。うわ、意外と朝飯は真面目に来ると。みたいな感じで喋ってくるのかな。では行きます。コムドットヤマトくんにプル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 、僕からの朝ごはん届け、ラブラブスイートモーニングイーツラブ。はい、今届きましたね。僕の愛が届くと思うので、届くまで待ちたいと思います。で、僕は最初にテオさんに頼むのかな。テオさんの住所が東京都、はい、寺島、はい、ここに頼んでいきたいと思います。何を頼むかですよね。いやー、でもテオくんどうだろうな。いつも草しか食べてないだろうから難しいんですけど、大会が近いって言ってたんでエネルギー蓄えられるものがいいかなと思って、朝からがっつり頼んでいきたいと思います。まあマックでいいかな。僕なんですけども、まあ、ほぼ事務所で生活しているということで、事務所で Uber Eats を受け取って食べていきたいと思います。じゃあ待つのかな。俺誰から来るんだろう。俺ジンメガネさんじゃない、これ。
俺ジンメガネさんから来るのかな。でジンタンの住所が東京都、めっちゃ高層階だ。まあついでにね、ジンタンのお家には呼びたいと思います。これってお家にマッサージ呼ぶこととかってできるんですかね。対古式的な感じですかね。体バキバキに凝ってるんで、ガッチガチのグリックリの方でお願いしてもいいですかね。11時ぐらいからできればありがたいなっていう感じなんですけど。わかりました。じゃあそれでお願いします。はい、大丈夫です。現金で。はい。はい、ということでですね、マッサージ注文し終わりました。できる後輩っていうんですかね。まあ、わかんないですけど。先輩のためを思って先にこう行動していくのが、僕は後輩としてすべきことなのかなっていうふうに思ってるので、ジンタの家に対公式のマッサージを呼びました。まあ、ウーバーイーツ頼み合いとはちょっと関係ないかもしれないんで、全然カットでも大丈夫なんですけど、マジのマッサージ屋さんですね。いわゆるそういうちょっとエッチなとかじゃなくて、マジのマッサージ屋さんをジンタの家に呼びました。あえて言わないでいいのかな、わかんないけど。12時前に時間があるんで、とりあえずこんな感じでどんどん太鼓式マッサージ頼んでいきたいと思います。じゃあ早速ね、注文していきたいと思います。まあ、僕は最初にジンタンにね注文をしていきたいと思います。ジンタンと話してる時にはパスタがねらしくて、パスタがあればパスタを頼んであげたいなと思うんですけども、決めました。ジンタンね、僕の個人的見解によると、洋食とかイタリアンよりやっぱ和食の方が好きなんじゃねえかなと思って、そのパスタ好きっていう話をした手前言いにくかったんですけども、豚汁定食っていうのかな、お米と豚汁をね呼びたいと思います。結構いろいろあるんだな。うわぁ、俺結構これ頼まれたら嬉しいな。まあやっぱ基本的にやっぱいっぱい頼む。あ、ジンタンだからちょっといっぱい頼もうかな。いや、なんかこの動画見てる感じこういうことじゃなさそうなんだよな。いっぱい頼むっていうのは逆に面白くないのかな。健康食的なね観点でちょっと頼みたいと思います。朝から届いて嬉しいようなものをジンタンにも頼んであげたいと思います。注文完了しました。合計金額2890円。朝からねだいぶ食べてますけども、はい、注文完了しました。向こうにね届くのを待ちたいと思います。俺はユータに朝ごはんを届けまして、ヤマトから届きました。ヤマトから届いたのはこちら。絶望的な絵が広がっているんだけど、絶対にこれ逆さのジュースだよね。逆さのジュースだよね。開ける方が違う。こうだね。うわー、めっちゃこぼれた。相手が頼んだものがねまだわからないんだね。コーラだね。うわ、初めてこの部屋で水をこぼしたわ。普段僕が編集してる部屋で、猫ちゃんたちがいるんでね、あっちには猫ちゃんたちがご飯を食べに来ちゃうので、ご飯はこっちで食べるんですが、初めてこぼしました。ねえ、もうやだやだやだ、もう、うん、あ、うざうざ、くそ、もう我慢してたけど、うざいわ。ふわっ！ということで、僕の元に Uber Eats が到着しました。これ誰から来たんだろう。神座さん90かな。何が来たんでしょう。うわー、よいしょ。なんかおしゃれっぽくない？俺朝からがっつり食べたい派なんですよね。アイスコーヒーだったら飲めないんですよ、僕。あ、コーラ、コーラ、あー嬉しいかもしんない。あ、ジンさんセンスあるな。てかこんなのあったんだ。うわー、油垂れた。あれから10分ぐらい経過してね、今 Uber の方が来てくれましたので、トウ君をね待ちたいと思います。いや、何頼んでくれたんだろう。テオ君がね頼んでくれてるんですけど、楽しみですね。ちょっといい感じにお腹もす、まあ、調子よかったんだけどな、こう回してからこう入りの感じとかも。ちょうどねお腹も空いてきたんでね、すごい楽しみです。口内できてんだよな、ここで。ちょっとね取りに行きたいと思います。はい、ということで受け取ってまいりました。で僕にねりょうくんが頼んでくれた朝ごはんはこちらになります。ダン、カルディコーヒー。カルディってウーバーできんの？僕ここでよくダムラっていうねソフトキャンディー、ハイチュウみたいなねお菓子を買ってたんですけど、え、カルディウーバーできんの？え、結構お腹空いてるんだけど俺。おしゃれじゃねえ、何こんなの。ちょっとオレンジジュース嬉しい。カルディコーヒーかなと思ったんですけど、うわ嬉しい、オレンジジュース最高じゃん。はい、まずはオレンジジュースね、こちらですね。なんだ、めっちゃ朝ごはんだな。
メロンパンでございます。これイケメンの朝ごはんやん、イケメンサラリーマンの朝ごはんやん、こうやって。うわー嬉しいわ、めちゃめちゃ朝ごはんって感じだ。うわーいいね。さあというわけでヤマトから届いたのはコーラとメガマフィンとハッシュポテトですね。届きました。ナイスチョイス。朝だからヘルシーな野菜とかってよりかは、俺はこうマック、朝マックとかの方が好きなんで。いただきます。マス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 メニスマスメニス、うん、まっそ、ボリューミー、うん、まっ。誰が使うんや、こんな俺が朝からもぐもぐ食べてるとこ。はい、ということでですね、やっとゆうたから届きました。朝はですね、ゆうたから俺にウーバーイーツが送られてくるんですけども、9時半に撮影して、まあみんな大体30分くらいで到着するのを頼んで、まあ10時くらいから撮影してくれるようにしたいよねみたいな、昼のこともあるし感じだったんですけど、ただいまの時刻11時、お昼、もう次のウーバーイーツの昼の企画12時から。俺ずっと飯食ってるみたいになんない？朝と昼まさかの1時間後にっていうね。まあまあまあ、ちょっと届く時間とかもあったり、配達員さんがどっか寄ったりしなきゃいけないということで時間がかかっちゃったんですけども、まあね、こっから食べていこうかなと思います。じゃあもう早速、これをちょっと開けたいと思うんですけど、ゆうた、頼みすぎちゃってる。うん。朝頼みすぎちゃってる。すごいな。もう、もう昼だけどね。もうテンションとかももう完全に高くなってるから、もうすごい量ですけど、ちょっと開けてみますか。うわぁ、絶対重いやん。まず、小盛りのお米です。で、これが、もやしナムルかな。味付け海苔ですね。これはスンドゥブ豆腐かな。うん。お腹に優しいね。野菜1日これ1本ということで、これ1本を2本いただきました。そうしまして、あれかな。豚汁、え、怖い怖い。うちに人が、窓掃除業者の人だよね、多分。怖っ。突然現れるやん。そしてこれが、なんかその、あれかな、豚汁とかなのかな。量多い、朝から量多い、すごい。ん、朝の量じゃないぞ、これ。ご飯行って、ナムル行って、豆腐行って、豚汁行って、多い。野菜1日これ1本2本。でも気持ちはもうお昼なんで、食べれそうな気はしてる。俺結構朝食う人なんでね、それを加味して、ゆうたを送ってくれたのかもしれない。これ俺のか、これ。あったっけ、あれ、これもともとあった、俺のかな、ゆうたが頼んだ、あれどっちだそっか、俺頼んでくれたやつか。初めて食うな、このサンドイッチ。なんかハンバーグみたいな、ハンバーガーみたいな。いただきます。あーうまっ、これはうまいわマジか。僕の性格的に好きになったら同じものめっちゃ注文しちゃうタイプなので、だいたい注文するのは花月の、辛いラーメンと餃子のセットか、銀だこのキリマヨマヨみたいなやつの2択なんです。だからこういう新しいことにね、目覚めさせてくれるのは嬉しいです、とても。うまっ、これいただきます。テオ君最高じゃん。あ、こんな感じか。なんかいっぱい頼んであげるとか、朝ごはんにめっちゃ油物とか、そういうボケとかないんだよね、これ。いただきます。まあパルディのメロンパンうまー。このメロンパンの皮の部分がサクサクのやつ、なんか昔ここがうまいすぎてメロンパンの皮だけ焼いちゃいましたみたいなあって、久々に食った。高校生ぶりか。うん、うまい。なんか高校生の時は昼ご飯でパンとか買ってたんだけど、そこで焼きそばパン、メロンパン。なんか大人になってコンビニでパン買う機会減ったなと思って、そんな好きじゃないかな俺パン。完食しました、メロンパン。うまい、カルディうまい。カルディコーヒーファームだから、カフェみたいになってんのかな。オレンジジュースいただきます。オレンジジュースだよな、これ。マンゴーとかだったら結構、めっちゃオレンジうまー。いやー、めっちゃ朝ごはんっぽい。朝ごはん食べれて満足です。いいなー、オレンジジュース。カフェのオレンジジュースって美味しいよね。やばい、うますぎる。最高の朝だ。テオ君が頼んでくれた朝ごはん完食しました。うますぎた。朝のボリュームがすごい。いや嬉しい。そんで箸ついてきてないそれはゆうたのせいじゃない。でもちょっと食べたいと思います。朝ごはんいただきます。ちょっと朝ね、あったかいもの食べたかったんで、豚汁あんの嬉しいですね。すごい、
大根が立派。まあ、こんだけ量あるんだったらまあそれはね届くのも遅れますわ。まあ、俺だから良かったよね。もしこれがあのゆうたが俺じゃなくてテオくんに送ってたとしたらこれは大問題。テオくんマジで朝食えない人だと思うから。まあ、俺なんで全然食えますけどね、もう本当。さあというわけでウーバーイーツ頼み合いの恒例質問コーナー。ウーバーを届けた相手にですね一つ質問をしてそれに答えるっていうねことがあるんですけども、今回はヤマトから質問が来てました。コムドット愛語ってください。出ました、質問コーナーなのに質問じゃないやつ。今日は質問じゃないやつ。まあ、このウーバーイーツ頼み合いのいいところは一人でこう喋ってるから特にボケなくてもいいと、だから結構みんなの本心みたいのが引き出せる企画だなと思ってて今日真面目に語らせていただきます。コムドット愛はね語り始めたらねもうギリラーやー。まあそもそもスカイピースがこうコムドットのことをねこうヒーローと呼び始めたきっかけがですね、やっぱり自分たちより頑張ってる人を見ると自分も頑張ろうって思えるじゃないですか。コムドットの頑張りをありがたいことに間近でこう見れてるわけですよ。まあ、コムドットっていうのは自分たちのセルフプロデュースする力がどの YouTuber よりも長けてるなと思ってて、極限まで自分たちのリアルをこう表に出してて作り込んでるより大変なこと でそのリアルをいかにこうリアルに伝えるかっていうのがすごい得意なとこではあるんだけど、そこでも見れないような部分を俺たちは裏側を見れてるわけで、カメラがずっと回ってるわけじゃないから本当にすごいなと思って、頑張りが7年間こう YouTube をやってきて毎日投稿をやってて大変っすよねってこう話し合う YouTuber がいたり、その大変さの次元とは別のなんか大変さっていうのを初めてコムドットで見て、あそこまで頑張ってる YouTuber を見たことがなくて衝撃だったんですよ最初。俺とジンタンもこう始めて4年間はずっと毎日投稿してたんだけど、まあ、大変だったけどちゃんと所沢の時とかも寝てたし、動画の分数だとか今この分数で毎日投稿するっていうリスクを背負ってやってる人たちの裏側っていうのは本当に壮大というか壮絶で、本当プライベートであっても編集してるし、移動も編集してるし、でヒューガと喋ってたらユータあっちゃんは編集してるし、ユータと話してたらあっちゃんヒューガ編集してるしみたいな、それを見た時に憧れを持ってしまったんですね、スカイピース2人とも。あ、電話来ちゃった。はい、ビデオツアーです。うわー、俺競馬チャンネルにかけちゃったかな、俺電話。そっか。いやー結構テオくん今俺めっちゃおもろいことしましたよ。何？次俺が頼むウーバーイーツジンタンじゃないですか。うん。でお昼じゃないですか。昼帯にジンタンの家にタイ古式マッサージのゴリゴリのやつ呼んどきました。え、デリバリーマッサージみたいな。はい、まあウーバーかなと思って。ウーバーじゃねえじゃん。いや、ジンタンの家に一応絶対フロントの人にエッチな人呼んだって思われるやん。いや、そうなんですよ、そうなんですよ。けど、動画的にあれなんでタイ古式の、ちょっとゴリゴリの方の人を呼んでもらって、おもろ、昼届くんだ、それが。昼届きます、それが。何喋んだそこで。これ、あ、そっか、なんか喋んなきゃいけないのか。だって今俺ヤマトの質問熱く語ってたわ、コムドット愛を。うわ、邪魔してごめんなさい。俺もジンタンから来てるのが、人生において心がけてることは。ああ、でも俺もユータにそんなん言ったわ。あ、もう結構これ熱く喋っちゃって大丈夫なやつですもんね。あ、もう全然普段出さないような真面目な部分を。わかりました、じゃあちょっと喋ってきます。ありがとうございます、バイバーイ。はい、お疲れ生です。バカか、お前。なんつった今最後、お疲れ生ですって言った、生さんって言った今。ちょっとすいません、コムドット愛を語ってる途中なんですが、ユータに電話していきたいと思います。みんなおはようございます。おはよう。届きましたよ、テオくん、食べましたよ。ちょうどよかったでしょ。最高ですよ、イケメンの朝飯じゃないですか。メロンパンとリンゴジュース、あ、オレンジジュースか。いや、オレンジジュース神でしたね。これちょっと飲むまでマンゴージュースかなと思ってたんですけど最高でした。よかった。え、これって何なんすか。これカフェですか。カフェみたいなとこだったね。
カルディってなんか普通のなんかコーヒー豆とか売ってる店じゃなかったでしたっけ。わかんないですよねこれ俺昨日青ラブのやつ見たんですけど、テオくんモンスター頼まれてたじゃないですか。中級やってやろうかなと思ってて俺ヤマトかましてらしいよ次。あ、そうなんですか。ヤマト次ジンタに頼むじゃん。タイ古式マッサージ届けたらしいよえウーバーじゃないもんな。デリバリーのマッサージを頼む。出張でやばいっすクソだりよな。いい迷惑すぎる。でこれあれなんすね、あんまふざける感じじゃないっすもんね多分俺もヤマトもやっぱ若手だから結構かましちゃおうがいいのかなとか思ってたんですけど、確かに青ラブとか見る感じそんなふざけてないなと思って。そうだよ、ちゃんとしてんだよ。その喋りメインじゃないですか。そう、いや俺もふざけていいならふざけるよいやそうっすよね。意外とリスナーさん熱いことを求めてたりするしな。え、語ったちゃんと。あ、いやまだです。この電話終わってから語ろうかなと思って。あおう、俺ヤマトから来たのがコムドットアイだったから。お、え、俺すごい語ってるよ。ジンタンに言ったのがユータアイなんですよ一人絞りすぎた。愛情欲しいんすよ俺ら。うわちょっと語ろう。じゃあちょっと電話切って、はい、答えますか。はい、語ります。ありがとうございます。ではやお疲れでしたどこまで話したか忘れたよね。普通にししどこまで話したか忘れちゃったんですけども、人生すべてを使ってこう YouTube にこう時間を使っていくっていうのが正しいっていうわけではないんですけども、俺の中では部活とかと同じ感覚で、俺サッカー部だったんだけどプロサッカー選手を目指してるわけじゃないから、別に部活にそんな時間を使わなくても普通にバイトしてお金貯めて遊んだり彼女になんかプレゼントあげたりっていう方が楽しいって思う人もいれば、まあ本当にプロサッカー選手を目指してて本気を出してるっていう人もいるだろうし、一人一人こう正解が違うわけで、その正解を自分でどう決めていくかっていうのが、まあ部活も会社も人生も YouTuber も全部俺は一緒だなと思ってて、サッカーを本気出して朝練午後練で土日を使って練習とかっていうのをしたところで将来役に立つわけじゃない、別にプロを目指してないから。なんだけどそこに対してプライドを持つことってすごい大事だなっていうのを YouTube でも感じて、でまあ俺とジンタ頑張ってなかったわけではない、4年間毎日投稿もしてたし努力はしてたんだけどベストではなかったわけよ。遊ぶ時間とかがあったから、それもすごい大事で息抜きできる場所があるから YouTube を楽しく続けられるっていうのもあったんだけど、本気っていうものを出してみたいっていうのを思ったよ。始めた時も頑張ってはいたけど本気ではなくて、そのコムドットの熱い姿を見て俺とジンタでちょっとスカイピースに本気を出してみようってなって始めたのが去年のスカイピースセカンドシーズン。そこから本気をこう出し始めて、でまあ去年いろいろ頑張りすぎて苦しんでる姿をファンの方に見せてしまったりリスナーさんに見せてしまって心配かけてしまったことはあったんだけど、まあ自分たちも初めてのことだったからそれは仕方なかったなっていうのはあって、もっと心配かけないように頑張ろうっていうのはもう初めてのことだからそこで切り替えて、そこからはこう心配させないように頑張ってるんですけども、本当にね本気を出したからこそ去年の耳かゆ、ずっと耳かゆい、こっち書いてんの気づいた。ごめんね、ふざけたくなかった、かゆ。で去年本気を出して周りに YouTube に詳しい人とか、今から400万人目指すのは無理だと、無理って言われたんですね。データとか見て今までのいける可能性が最初 10% なかったあるかなぐらいな、難しいことではあるんだけど無理ではないだろうなっていうのを俺とジンタはどこかで信じてて、そんなパーセンテージを全てひっくり返して去年の11月に400万人を達成することができたんですけども、なんか今まで出してなかった本気っていうのを出して行った目標に対してありえないほどの感動があったんですよ。部活やってる人ならわかると思うけど、なんかの大会にこうサッカーとか出た時に優勝するってまあすごいことでなかなか経験できないじゃん。しかもその優勝した時にもともとめちゃくちゃ才能があって練習とか別に頑張ってないけど優勝できたの、優勝じゃなくてもともと素人でもうものすごい努力を3年間続けてきてやっとレギュラーを勝ち取って出た試合で優勝で自分がしかも決めてた
たとかそうなった時に別にもうプロになるわけじゃないのよ、そこ卒業したって、卒業してプロになるわけじゃないんだけど、そこで優勝した時に味わえる感覚って人生でめちゃくちゃ大事な大切な感情なんで、この感情をいかに大切にして今後のバネにできるかっていうので俺はいい大人になっていけるのかなっていうのが考えてることなんで、だから去年の本当にあの頑張りでいった400万人、そして今年も変わらず頑張ってる500万人っていうのはものすごい人生にとって価値のある感情で、やっぱりそういう感情をなんでこう思い出したかっていうと、コムドットの存在が大きかったっていうので、ここで俺たちは救われたんだなっていう、あ、こういう人がヒーローなんだと思って、そう考えるとママとかもヒーローだし、で自分にとってのヒーローが多ければ多いほど周りに愛されてるなっていうのを、皆さんもねぜひ周りにヒーローだなって思える人をねたくさん救ってください。自分でこんなも言うのもあれだけど、救ってくれる人がいるっていうことは自分がどこかで頑張ってるんですよ。相手は救ったって思ってないかもしれないけど、こっちは救われたって思って、でこっちが勝手にヒーローだなって思う得る人が多いってことは、その人も頑張ってるからであって、だから俺とかスカイピースとかコムドットとかをこう見て、日頃嫌なことばっかだけどスカイピースコムドット見て元気出たな、救われたなっていうことは、救われるほど落ち込んだり頑張ったりしてるんですよ。あなたは日頃頑張ってるよ。頑張ってるからこそ疲れてる。で、誰かを見て救われたな、また頑張ろうって思えてる。それって素晴らしいことだから。大丈夫？俺だけじゃないよね。こんだけ熱く語ってんの。恥ずかしくなるから。恥ずかしくなるから。恥ずかしくなるけどね。だからあんた大丈夫だ。お前頑張ってるよ。周りにどうこう思われる、そんなんは関係ない。お前がどう思うかだ。あっちが自分を嫌ってきてる、あの人が自分を嫌ってる、でも自分はその人が好き、そこが大事やろ。ストーカーになるなよ。ストーカーとは違う。自分が相手をどう思うか、自分の心を大切にして生きてれば必ず幸せになれる。大丈夫、あんた頑張ってるよ。頑張ってるって思うんだ。よしよし、私頑張ってる。嫌なことがあって落ち込む、落ち込んだ時にこう思え、私の人生はここからだ。そこから歩き始めればいい。そこがスタートだ。常に毎日がスタートラインだ。お前はスタートしてあとちょっとでゴールでくじけたと思ってる。違う、くじけたとこがスタートラインや。その気持ちを持ってれば絶対にへこむことはないし、赤ちゃん歩けないやろ最初。だんだん歩けるようになる。歩けるようになって立てた、立てた、やっと立てた。ここは成長じゃない、立てたとこがスタートラインや。そっから立ててからどうやるかや。 YouTuber 全員0から100で100万人いった時に、よっしゃ俺たちは100万人や、天狗になるなよ。100万人がスタートラインや。100万人からどうやってやっていくかや。わかるか、0から100の壁より100より200の壁の方が高いんや。日本語ちょっとぐちゃったけど、わかるか、常にどこかがどこからかがスタートライン。今日起きたら今日がスタートライン。今日から自分をどう見せるか。今日生き抜いた自分、明日になったら昨日があったから今日成長してる。違う、今日からがスタートや。へこんだって落ち込んだって、そこからがお前の人生だ。絶対に負けんなよ。 We can do it。 最後出せ。 We、 じゃあ僕はこれを食べてお昼の部に向かいたいと思います。ではまたね、ジャスティス。で、ジンタンから来た質問が、人生で心がけていることはということなんです。が、はい、僕が人生で心がけているのは一つ、挑戦することです。まあこれ元々の性格的な話かもしれないんですけど、挑戦するのが怖いっていう感情で、失敗するかもなとか、なんかうまくいかないかもなって思うから怖いわけじゃないですか。けど僕の中で、いや失敗っていうもの自体が概念としてなくて、まあもちろんうまくいかないとか、これはちょっとミスったなっていうのはもちろんあるんですけど、点の話であって、その点でうまくいかなかっただけで、その後それで反省してまたうまくやり直すことができれば、その後うまくいくためにそこで知るべきことは知れるかもしれないっていう考え方なので、挑戦することに対して全く抵抗がないわけですよ。自分の中でやりたいとか、これに挑戦してみたいって感情がちょっとでも芽生えたら何でも挑戦したいですね。挑戦しない自分はなんか面白くなくて、昔からこうできるできないよりまずやりたいを優先して行動するタイプなので、まあ、YouTube もすげえやりたいっていう気持ちが強くて、そのワクワク感だけで始めてるっていう部分もあって、まあ4年でこのスカイピースとこういう風にね動画が撮れるところまで来たわけですから、自分の人生にとってすごい大事なことですよね、挑戦するっていうのは。もうちょっと慎重なタイプだったらもしかしたらこういう動画撮れてないかもしれないね。って考えると
冷静にスカイピースと何回もウィーク組んだりとかお互いの家行き来してるのとかってマジで俺らからしたら感慨深いことで、かつありがたいことで、なんかの動画でも言ったんですけど、俺とユータ最初2人で YouTube 始めた時はスカイピースと水溜りボンドのいいところを取って売れる YouTuber になろうっていう話を最初して YouTube 始めてるから、その後グループになったからちょっと方向性また変わったけど、当時そういう風にもう目標に設定するような先輩の YouTuber で、到底ね1年2年手届かないというか、もう多分あっちも名前知らないだろうなぐらいな感じで活動してて、ゆうたってさ高校の時めちゃめちゃスカイピース見てたみたいな、曲通学中聴いてたし、当時付き合ってた彼女とめっちゃスカイピースの動画見てたしっていうぐらい、もうちゃんとスカイピースヘッツなわけでしょ。で YouTube のことそんな知らない俺ですらスカイピースの昔の企画を見たことがあるっていうのは、俺らからしたらもう画面の向こう側の人だったから、それがこういう風にね後輩として可愛がってもらって、動画も呼んでもらって、で動画呼んだら出てくれて、で何かしようって手組んだ時はこう一緒に大会を盛り上げる立場にしてもらえて、すごいな本当に。そう考えるとすごいですよね。すごいしありがたいなって思います。すごい仲いいんで、ただねお二人に失礼してることはたくさんあると思うんですけど、まあやっぱこの当たり前じゃないっていうことはね忘れちゃいけないなって思いますね、この二人に対してね。まあ俺もそうだし、コムドットとしてもそうだし、改めて僕が人生で心がけているのは感謝ですね。はい、いや感謝じゃねえな、感謝じゃ足りねえな、そう俺が人生で心がけているのは感謝、感謝。いただきます。うまっ。まあでもマジですよ、本当にちょっとふざけちゃいましたけど本当に尊敬してるし、まあ例えばじゃあ YouTube がバーンってなくなっちゃったとしても、この二人とは仲良くやっていきたいなと思うし、今後も後輩として可愛がってもらいたいなって思うぐらい、はい、大好きな二人なので、さあ、ね、心がけてることはね、心がけてることはそう、今年はコムドットとしてはいろんな挑戦をしてきた年なんですけど、まあ上げればきりないし、まあ人のチャンネルなんで今年やってきたこととかは年末ね自分たちのチャンネル振り返れればなと思うんですけど、まあ今僕たちが全勢力全体力を使って挑戦しているのは年内チャンネル登録400万人という目標なので、これを見てくださってるスカイピースが好きな方もなんかぜひねこのウィーク中に1個もコムドットのいいとこが見つけてもらえたら、概要欄から飛んでもらってチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。僕の目標はあくまでコムドットが400万人を達成して、スカイピースが500万人を達成することなので、去年みたいにね一緒に目標を達成できるように、スカイピースのこの視聴者の見ている方の中でも多分まだしてない人たくさんいると思うんです。もしそういう方がいたらスカイピースさんぜひぜひ、まあ俺が言うことじゃないのかもしれないけど、意外とねあれしてなかったみたいな人多いんですよ。でそういう人がしてくれるとやっぱガッて数字伸びたりするし、年末までねちょっとチャンネル登録しつこくなっちゃうとは思うんですけど、泥臭いとこ見せていきましょうということで、最後まで挑戦していきたいと思います。はい、すいません、僕食べながら喋るということが本当にできない人間なので、カメラを切ってはい食べたいと思います。じゃあそんな感じでした。シッシー量を言った。え、やりすぎてました。言った。リュータ朝から多いよ。いや、ジンタンやっぱ大食いじゃないですか。で、聞いてください。その、ジンタンの好きなものがパスタっていうのは知ってたんですけど、その朝ごはんで食べるなら、ちょっとジンタン和食っぽいなって思って、なんかパンとかそんな食べてるイメージなかったんで。まあ、パンよりご飯派ですね。あ、よかった。だからちょっと、その豚汁セットを頼もうと思ったら、小鉢みたいなメニューが意外といっぱいあって、うん。で、気づいたらちょっと止まらなくなってました。いや、もうすごい。だって、だから豆腐1丁は重いよ。いや1丁なんだ。1丁だよこれ1パック丸々だよ。すいません、1丁とは書いてなかったです、注文の段階で書いてなかったんだ。書いてなかったです。朝食うにはめっちゃいいんだけど、まあ、ただその、まあ、飲み物も頼んでくれてるやん結構。でも爽健美茶これ頼んでくれたよね。はい、頼みました。野菜1日これ1本、これ2本あんのよ。はい、2本頼みました。野菜こ1日これ1本を2本飲んじゃうのはやばいよ。致死量だよ。いや、致死量じゃないんですよ。それはビタミンは多く取った方がいいです。大丈夫なのこれ。
大丈夫です。あの豚汁の油をまず1本で打ち消して、そっから正規の量1本飲んでぴったりです。そういうことで、ね、先にこれ飲むわけだ。これをぬる決めてたやん、絶対今言うの。違う、ぬるかったよ。家でかいな。まあでも俺朝結構食える人なんで全然食べきれますわ。いや、よかったです。ただちょっとね、懸念点がありまして、まあみんな一応10時に届くようにしてるじゃないですか。まあ、僕届いたのまあ11時と、でまあここからご飯を食べながら質問答えてたら、まあ、まあ12時前くらいに終わるのかな多分。で次のお昼のウーバーイーツの企画が12時からだと。はい、朝昼ずっと食べてるんですよ。食べてください、それは。あー、ゆうた次あれか、俺がゆうたに送る番だっけか。次そうっすね、じんさんが僕に送る番だ。ゆうた、お前じんたん、10月27日で何歳になったんでしたっけ。27です。一応それで、じんたんが次俺に頼む時、いっぱい頼みすぎちゃうと、頼めば頼むほど大人げなく映るんで。いやいやいや、関係ないから、関係ないから、27歳が。いや、その辺に送っても一応加味した上で、注文してください。はいはい。じゃあその視聴者さんの目とかも気にしつつ、年上後輩に送りつけるお昼ご飯っていうことでちょっとなんか考えるわ。はい、ちょ、お願いしますよ、本当に。え、今ちなみに腹はどんくらいなの、ちょっと先聞いておきたいんだけど。一応そのテオ君が頼んでくれたのがオレンジジュースとメロンパン一つだったんで。おー、なるほどね、なるほどね。いい感じにエンジンはかかってます、今胃袋に。え、ゆうたってそっちで動画撮ってるよ、ちなみに。あ、撮ってますよ。けど一個もうこの段階ですごい謝りたいことがあって、エアポッツつけるの忘れました、すいません。ああ、いや全然全然いいよいいよ、それは撮ってたら最悪。喋りも間開けて喋ってるんですけど。あ、入るしてくれてんだ、編集をね。おもろ、それ意味あんのかな。いや、それ重なっちゃうとやっぱ切れないじゃないですか。まあじゃあそういうミスをしたっていうことで、次ちょっと頼ませていただきますわ。はい、もうちょっと好きにしてください、もう。どうする、もう木下優香さんみたいな大食いの奥さんどうする。こうやって撮るわ、こうやってサムネ。そう、サムネこうなる。ちょっとお願いします。じゃあありがとうね。はい、ありがとうございました。じゃあね。チンコ全部見えてた今。毛が全く生えてなかったですけど、チンコが全部見えてました。なんならね、正面向きだったのにもうケツの穴ぐらいまで見えてたんですけど今。いや、見えすぎてたな。あー、ということで男のね、ノリを、披露させていただきました。恥ずかしい、恥ずかしい。モザイクちゃんとしてね、健全なチャンネルにするって言ったのに、この前。最近ね、スカイピース始めるずーっと前から、自分がニコニコ動画ラップしてる時くらいからずっと見てくれてるリスナーさんが、子供生まれたんだよっていう風にこうね、連絡をくれて、英才教育でスカイピース見せとくねっていう風に言ってくれて、ちゃんとスカイピース見せてねっていう風に送ったんですけど、そんな奴がチンコ出しちゃダメなのよ。何が英才教育だよ、ごめんなさいね。クレヨンしんちゃんみたいなね、お尻出してブリ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 ーとか言ってるから、見ないでほしいっていう家庭もあるわけだから、それをスカイピースになりたくない。でも下ネタ言いたくなっちゃうから、それは無理だ。クレヨンしんちゃん見せれないくらいの家庭には多分スカイピース見せれないので、そこはほんとすいません。自由にやらせてください。でもこうやってるうちにですね、次のお昼の注文をしなくてはいけない時間になってきてるので、次ゆうたに注文したいと思います。さっき電話したから分かるんですけど、まだ全然お腹は空いてるはずなんですよね。なんでちょっとお昼はがっつり食べてほしいなということで、いろいろと頼もうかなと思う。ゆうた待っててね。注文しました。はい、すべて注文するのが決まって、ゆうたに送信を。ゆうた頑張ってくれよ。ゆうたにお昼のウーバーで頼んだ合計金額5000円です。もう全然気にしなくて大丈夫、ゆうた。ご飯ね、ご飯代とか全然俺先輩なんで出すんで、もうお昼はがっつり食べてください。で、もしね、お昼食べれなかったとしても、夕方とか夜とかにね、またお腹が減ったら食べれたりするので、そのおやつの時もね、食べたりして、なんとかお腹の調子をね、整えて楽しく過ごしてください。テオ君の質問に答えていきたいと思います。どういう考え方をすれば人生うまくいくと思いますか。これについてね、ちょっと僕の話をしていきたいと思います。まあ、どういう考え方をすればっていうと、多分全般的なことをね、求めてるんだと思うんですけど、どういう考え方をすれば仕事がうまくいきますかとか、仕事限定してるわけじゃなくて、人生について、
多分この質問者はね聞きたいと思うんですけども、僕が思うに期待をしないことですね。何事も、例えばコンビニで前のレジに並んでる人が小銭を落としました。でそれを拾ってあげる。でそこにお礼とかありがとうの言葉を期待してそういう行為をやると、ありがとうっていうのが言われなかった時に、ちなんだよってなるじゃないですか。やってあげたのにとか、せっかくその人にとっていいことをしてあげてるのに、自分が見返りを求めてるせいでもったいないでしょ。いいことをしてあげた、いいことをしてもらった、それでいいのに、それに対してお礼が欲しい、見返りが欲しいってなっちゃうと、もうお礼欲しさの優しさやん。それはそれがねすごいもったいないあれだなと思ってて、優しさは見返りを求めてはいけないっていうのと、そのやる行動やる行動すべてにこういう結果、自分が求めてる結果を期待してしまうと、そうじゃなかった時に反動でね良くない方向になってしまうことがあるので、基本的にすべてに期待しないことが、まあ期待しないことっていうと結構冷めた言い方になるかもしれないんですけども、余計な期待をしないこと、優しさとか細かいとこまで完璧にこなすとか、全部自分のためだと思ってやることが、まあ人生うまくいく方法なんじゃないかな。うまくいくというか幸福度高いよね。やっぱ自分を愛してあげることが一番いいですから、見返りを求めてしまったりしてしまうとダメなんだよねその深いようで薄い話を今ちょっとしましたけども、友達にノート貸してあげる、ありがとうちょっと俺にジュースおごるねを期待してそれをやってしまうとって思うでしょ。そう、おごってくれなかった時に、その子が1回目貸してあげた時ジュースをおごってくれたとしても、2回目貸す時それを期待してはいけない。それは優しさももちろんあるんだけども、その先のお礼を考えてしまってるから、もっと気持ちいいね、優しい心を持って何かをね人にやってあげたりとか、自分のためにやってあげられると悩みなくというか、生きてる上での幸福度がね高いのではないかなと思います。しゃくれた。これはね割と自分の中でもね大事にしてることで、生きてる上で何かをやってあげるときは見返りを求めない、期待をしない、お礼を求めない。そうすると身につく、やってあげるっていうこと、まあ、何が正しいかなんてないんだけど、僕が思うのはこういうやり方で、これで今のところ気持ち穏やかにね生活できてるので、僕はこのやり方が人生うまくいくのではないかなと思っております。ぜひねいいなと思った方に真似してくれたらね嬉しいです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということでですね、俺まだゆうたのいいところだとか話せてなかったんで、それをちょっと話したいなと思います。ゆうたからの質問が、ゆうたの好きなところ、いいところ、悪いところを語ってください。ゆうたの好きなところ、面白いはい、面白いですね。なんか明るい、ゆうたってテオくんみたいな感じで弾けてうわーとかやったり、表に出てボケてバーとかやったりするタイプではないんですよ。どっちかというとそのわーって出てる人から一歩二歩引いて周りの状況とかを見てボソッという言葉がめっちゃ面白いの。しかもそのボソッという言葉もワードセンスがめっちゃ良くて、普通の人だったらそういうツッコミできないだろうとか、あ、そういう言い方できるんだっていうのがゆうたできるんですよ。これってほんとコムドットの全体のバランス的にもいいなと思ってて、コムドットってヤマトとヒューガがバーっと喋ったりして掛け合いするんだけど、それをユータはねちょっと俯瞰で見て突っ込んだりすることができるのよ。しかもユータって本当に周り見てるから、あっちゃんとユーマがねこうボソボソっと2人で後ろでなんか細かいボケとかもしてると、ユータはそれもちゃんと見ておけんので、見ておいて後からいやいやさっきあれやってたぜみたいな感じで周りの動きを全部見れてるから、ユータがいるからこそコムドットって一つに見えるなっていうか。だからなんだろうね、もしコムドットがユータいなくてヒューガとヤマトとあっちゃんとユーマだけだったら、なんかバランスがうまく取れてないなっていう。そこの両極端な2人がいるんだけども、ユータが間に入ることによってなんかそこでギュッと団結できるというか、チームをうまくまとめてるなっていうのをすごい感じるな。なんかうまく言えてるかわかんないけど、5人で1つですよ。しかもユータのワードチョイスが面白いだけじゃなくて、個人的に声が面白い。なんとかやんなんて言うんだろうな、弱々しい声っていうのかななんかそのねボソッという声と、ボソッというそのワードチョイスの面白さと、あの声のトーンとかがね本当に面白いんだよね。そこがユータのいいとこかな。で、あとユータの悪いところ、悪いところか、悪いところなんだろう。え、
悪いとこ見つけるのむず。今5分くらいずっと考えてたんだけど、ユータと出会ってからスカイピースの企画にユータだけ呼んだ時だとか、コムドット全体の撮影だとか、撮影終わった後にプライベートで普通に話す時とかだとかを考えてないなーって思って、もうユータ以外の悪い人のことも考えたの。アホラブね、悪いとこあるかなと思ってもなかなか思い浮かばなくて、悪いとこないんだけど、みんなこれだけこんなにないと思う。え、悪いことあれなのかな。俺のデフォルトが悪人すぎて、これは悪いなって思うことがないってことなのかな。今でもユータ本当にめっちゃ振り絞って、俺がユータの悪いところで出たのって、スマブラでピカチュウを使うときに、俺が崖外に出たところで復帰阻止をあんまりしてこないから、そこがあんま良くないプレイだなと思ったけど、それくらい。うん、それで言うとユータの悪いところは復帰阻止してこないとこかな。こんなんでいいんかな。むずっ。人の悪いとこって見つけるのむずくね。てか YouTuber って結構みんないい人なんだよね。自分の欠点とかめっちゃ言えるけど、まあ、でももしこれで仮にテオくんの悪いとこって言われたら、遅刻することって言えるわ。でも悪いとこみんないい人なのでないです。ごめんなさい、なんか全然質問答えになってないかもしれないけど、本当にそうなんです。だから本当に絞り出して復帰阻止してこないところ、うん、そこですね。あー、お腹いっぱい。辛っ。マジでこの豆腐辛いし、お腹いっぱいすぎる。朝でこんなお腹いっぱいになったの初めて。やべ、お腹いっぱいすぎる。ちょっと待って、ちょっともやし残ってるんですけど、俺ちょっともやし食えないわ。ちょっと今日の夕方とかに食べないと無理な気がする。てかこれからお昼来るんでしょ。もう俺もやしは食えない。俺なんか好きなもんしか食えないわ、お昼来たとしても。あと20分で届くんですよ。一回もやしはすいません、後から食べるんで。絶対俺絶対捨てるってことしないんで。俺の個人チャンネルだとか昔の動画を見てる人は分かると思うんですけど、もう本当に食べ物捨てるってことはもう滅多にしないことなんで、相当なことがない限り食べずっと食べるんで、ちょっと残させてくださいこれは。それちょっとお昼はね、ヤマトから、食事が送られてくるんで、でヤマトも今ちょっと電話でバタバタしてて出れなかったみたいなんで、お昼にちょっとねかけていきたいと思います。ということで、お昼までトクトバシシシ。はい、ということでね、早速ね、昼ご飯をね、頼んでいきたいと思います。今からね、テオくんへ僕が選んで注文したいと思います。さっきね、電話した感じでマック食ってたんだよね。結構食べたんじゃないかな、朝から。もう一回マック頼んだら結構ウケるかな。まあ、これかな。じゃあね、頼んでいきたいと思います。ちょっとぶっちゃけ一番きつい、俺が朝ごはん頼みすぎたから。まあ、今更気にしても仕方ないんでね、ちょっともう人体には頑張ってもらうしかないんですけど、ちょっとね、僕もこの洋服ご覧ください。スカイピースのチャンネルで初公開なんじゃないでしょうか。僕ね、収集癖とかはあんまないんですけど、洋服に関してはね、陳列癖っていうの、ここバーンって並んでるのを見るのは好きです。すごく人体とね、この前のウィークの時に下北の古着屋巡ったんですけども、あの企画ちょっともう一回やりたいなと思ってて、あの動画僕個人的にすごい好きなんですけども、もし機会があればもう一回やりたいなと思っております。昼ご飯待ちましょう。はい、ということでお昼のウーバーイーツ頼んでいきたいと思うんですけれども、次はジンタンということでですね、僕はもう朝のうちに頼んであります。なのでそのことをまずはジンタンに伝えたいと思いますと。ヤマトから電話かかってきたので出たいと思います。お昼の部ですね。ヘイヘイヘイ。ヤマちゃん、ヤマちゃん、ヤマちゃん、なんで出てくれないの。ヤマト出てよ。朝は電話切られるしさ、お昼は電話出たらすぐ切られるしさ、なんでさ僕と電話してくれないの。ヤマちゃん、バスとしてヤマトの LINE のアイコン公開。じゃーん、こんなアイコンしてます。自分の後ろ姿をアイコンにしてますね。来ました。あー、じいさんお疲れ様です。あ、美女ひどいな。あ、美女ひどいってあんま言わないな、人に向かって。どうもどうも。おい、朝何してんだよ。はい、何ですか。朝11時とか11時にさ、電話しようとしたらさ、全然出てくんないじゃん。普通にあのファンのことをコラボインスタライブしちゃってました。やば、こっち優先しろ。ファンの人に文句ってことで大丈夫ですか。ええ、それはもうファンぶち倒したい。スカイごと邪魔するなよと。ちょっと一番最初に朝ごはんの話をしたいんですけど、どうでした。センス抜群でした、ジンタン。あ、本当にこんなのあったんだと思って、さすがに先生なこの人って思いました。そうなの。一応ね、俺の送った中のコンセプトは、朝からヤマトをちょっとだけいじりたいなって思ったんだけど、さすがに朝からがっつりね、ラーメンとかっていうのはきついから、ジンタンこれマジなのかボケなのかわからないちょうどのところをついたつもりだったんよ。全然嬉しかったっすよ、ただ単に。あ、マジで。だから朝はサンドイッチよく食べるじゃん。で、サンドイッチだけど重いなんかハンバーグっていう、なんか微妙なチョイスのところ行ったんだけど、よかった。はい、ボケ微妙っすね、そしたら。あー、ボケ微妙って言わない方がいいよ。微妙なとこついてんだよ、あえて困らせたかったのに。いや、ジンタ、僕もジンタに頼んであるんですけど、マジで面白いっすよ。もう、怖いよ。何？いくら分、
くら分くらいな。いや、8000円分ぐらいですかね。バカか、お前バカか。8000円はねえ、やだよ、俺食べなきゃやだよ。いや、多分この企画はこの部分が一番バズるかなと思います。あ、マジで？え、それなんで？大食いだからってこと？いや、まあ大食いというか、まあやっぱその俺とジンタンの先輩後輩関係ならではのこの面白いことというか。まあまあ確かにね。まあ一つ言うと、食い物じゃないです、届くの。いや、バカかよお前。そんなことあんのかよ、そんなことあんのかよ。何それ、おもろ。おっぱいオイルエステみたいなやつ頼んだんで。いや、あ、やばいやばい。俺じゃあこの後の撮影ちょっとスッキリした顔で行くわ。うん、やばいわそれは。おっぱいエステみたいなやばいだろ。でも、あ、そっか、ジンタン、そっか、彼女いるっすもんね、それ。ヤマト、キャンセルするっす。ヤマト、ごめん、別れた。どういうことですか？だって年始になんか付き合ってるみたいな。そう、年始、そう、だいぶ多分ヤマト動画見てないいいのかなと思ったんだけど、年始に一応付き合ってる動画を出して、その後にお別れしました。いや、お別れするはずないっす。いやいや、別れちゃった、本当にもう全然喧嘩。いや、別れるはずないっす。いや、だって結婚するって言ってましたもん。はい、盲目リスナー、見っけ、見つかっちゃった。本当は全然エロい感じではなくて、ちょっと食べ物ではないんですけど、そういう系のサプライズを用意してあるんで。絶対酒でしょ。いや、まあそれはちょっとジンタンわかんないですけど。絶対酒だよ、俺ベロベロで撮影迎えたらヤマトのせいだからね。じゃあ、はい、まあそれは違うんで、まあこいつおもろってなってください。で、動画ちゃんと回してくださいね。わかった。うわ、楽しみ。じゃあお疲れ様でした。失礼します。じゃあね。はい、ありがとうございます。バイバーイ。はい、おちんちん見せてきました。さあ、というわけで時刻はお昼になりました。あんま時間経ってない、全然お腹空いてない、さっき食べたばっかだから。というわけで今回はゆうたからね、ウーバーイーツが届いたんですけども、ゆうたから届いたのはこちら。あぶねあぶね、住所がバレるとこだった。じゃん、ネギ水。これはセットですかね。サラダととろろと温泉卵。あれ、これまさか白タンセットじゃない？俺白タンセットめっちゃ好きなんです。白タンセットや、すげえ。白タンセットしか頼まないぐらいネギ氏の白タンセット好きなんで。わかってるー。ウーロン、いただきます。うまそうすぎるやつ。ああ、ありがとう。ということで、Uber Eats が届きましたと。これ昼分ですね。はい、テオさんからなんですけど、スタバですね。いや、ありがたい。やっぱその朝と昼言うて2時間ぐらいしか間隔がなかったから、これは嬉しい。おっと、待ってくれよ、ちょっと2杯も。まあでもいいか、この後ちょっと編集もあるんで。中が何かな。やりやがった。うまっ！はい！何してくれてんだよ！で、何ですか？テオ君からスカイピース愛を語ってください。語れるか！こんなんで。マジかよ、結構普通にドーナツとかが良かったよ、俺。何人裏方いる？5人。5人？じゃあ、1個ずつ持ってっていいから。何飲みたい？抹茶のやつ。抹茶？いいよ、ほい。おつ、俺バニラ。バニラ。おい、取んない。何？テオさんのお金やぞ。ああ、すいません、テオさん。テオさん、ごちそうさまです。テオさん、いただきます。ヤコちゃん、マンゴー、ありがとうございます。はい、テオさん、ごちそうさまです。いただきます。はい、ダーククリームっていうのをね、いただきたいと思います。これ一人で飲んで、うわもういらねえよとか言うのはスタバにも失礼だしね、テオくんのお金にも失礼ですから、今働いてくれてる社員にちょっと差し入れしましたけど、僕はこれいただきたいと思います。じゃあテオさんに電話かけようか。あ、ヤマトから電話来ました。おい先輩だけど、おい、ちょっと待ってね。やってくれたな、先輩だけど。どうしたどうした、そんな慌てた顔してどうした。慌てる慌てないじゃないだろう、おかしいだろう。真面目な企画なんやから、そんな怒ったってしょうもないやんか。冷静になろう。その俺がこんなに怒ってるのにヒヒーンだけはおかしいっす。だからいいや、冷静になろう。ヒヒンヒヒン言ってるだけだとラチ開かないんで。何してくれてんすか、マジで。何が？マジやられましたよ。うわ、2個か、こういういじりかと思って、で、まあもう1個の方ドーナツとかソーセージかなと思って開けたら、もう2個同じようなの入ってた。マジやられたわと思って。いや、あと勘違いしないでほしい。この企画、頼まれたやつを全て食べきるとかルールはないです。あ、ですよね。だと思ってもう後輩に配っちゃいました。だから僕これだけです。え、それ何？ダーククリームです。お前、アイスココア好きやろうが。アイスココア入ってなかったっす。
シンプルめ何笑ってるんですか。シンプル詐欺られてるやん。ココアみたいなの入ってなかったよね。今来た。え、追加で頼みました。あ、いや、一緒に頼んだ。何個頼みました。5とかかな。今ちょっと追加で来たっぽいっす。テオくん何だったんですか、昼飯。昼飯、ゆうたからネギシ来た。あいつマジセンスあるやん。あいつもあいつマジでセンスあるやん。ずるっ。いや、大和がさっき電話した時事務所にいたから、あ、これは事務所のみんな喉乾いてるやろうなと思って。あー、優しい。テオくん優しい、優しい。どう、大和がうまい。めちゃくちゃめちゃくちゃうまいよね。ごちそうさまです。ごちそうさまですって音が。ありがとう音部。あと125個届く。あと125個届くってどうしようか。まつげんだけ呼んどいて。どんだけ飲むんだよ。まつげん、うちの残飯処理担当。テオくんから語ってほしいのはスカイピース愛ということで。いや、実はちょっとそのさっきのジンタンからもらった人生のモットーはみたいなとこでスカイピース愛も語っちゃってて、さらにちょっと語っときますね。てかこれ結構熱くなっちゃって大丈夫なやつなんですか。えぐい熱くなっちゃったんだけど俺。あー、オッケーオッケー。俺だけなんかめっちゃその熱い尺みたいになってだるがられるみたいなのが結構怖いんで。俺も心配してたから大丈夫、撮りながら。これ大丈夫。あー、オッケーオッケー。ジンタンはこの後あのタイ古式マッサージが家に到着するんで。おい、青すぎだろ。じゃあ語ってきます。おい、アデュー。はい、まあよくその先輩の挨拶をそんな感じでできるような手を組むわ。アデューだって。ほんとダホが許さないけどな、そんな。追加。テオさん、ねえ、もう飲めないよ。おお、ソーセージ来た。あの人優しいな、やっぱ。で、あ、アイスココア来たわ。俺がココア好きなの知ってて、ココア頼んでくれる。普通にめちゃめちゃ優しい先輩です、テオさんは。はい、ということでね、今、ジンタンからねお昼ご飯が届いたのでご紹介したいと思います。まずこちら、アルダスコヤカチャダブル 1050ml。 そしてこちら、ウィルキンソン炭酸レモン。あれ、すいません、あの事件が起きました。今ね紹介してたんですけども、もう一回ねピンポンが来まして。夢か、間違いか。ちょっと一旦紹介するんですけど、まあ、体スコエアカチャダブルのビッグサイズね。で、ウィルキンソン炭酸レモン。僕炭酸水あんま好きじゃないんですけど。まずまずいね。で、これの、ここのお店のメインが、こちら。マルゲリータピザ。マルゲリータピザプレミアムね。もう一回ピンポン今来て、届いたのが、こちら。美味しいウーロン茶 500ml。まあ、足りてるよね、こっちで。これがもし間違いじゃなくて同じ人だとしたら結構バカだよね。お茶だって 1.5 リットルあるし。プラス炭酸水。それとこれね。ネギシ。ピザとネギシ？マジで言ってんのか？藤枝さんマジで言ってんのか？もう回してきた、これ、完全に。マジで嘘でやってくれ。そんなにまずかった？朝ごはんの豚汁セット。良かれと思ってやったんだが、喜ぶと思って。マジで嘘だ、食えるわけねえじゃん。これ時間かかっても食い切んなきゃダメだよね。夜ご飯もあんのに。もうちょっと食べながら喋りますけど。うわ、めっちゃうまそう。しかも、パン生地やん。クリスピーやん、普通。チンタン、お腹たまるて。いただきます。うんま、マルゲリータうますぎ。ネギシとピザの M1枚。まあドリンクはわかんないけど、この量見る感じ的に多分ジンタン自分だったら食べきれると思ってね。だから食べきれなかった場合完全に俺のせいになるみたいな。俺は食べれるけどねみたいな、プイッみたいな感じで多分言う準備してんだよ。ちょっと待って、嘘でしょ。絶対本人に言う。俺マジですげえアホだこの人。あの、もう一個届きました。考えられない。あの、ピンポン聞こえた時、まずゾッとしたし、さすがにデザートかなと思ったの。タピオカかなとか思ったんですけど、唐山の唐揚げ、12個パック。あ、でも、無理です、これは。俺にこれでしょ？ジンタンがやられるとかじゃなくて、細狩り野郎にこれだから。頭を使えなくなった。何を期待してこの量頼んでくれたの？最後の一枚。でかすぎだろ、最後。
ピザ完食です。ネギシの窃盗だけは食べていたい。メロンパンもまだ残ってるから何してんすかマジで先輩。ちょっとねご飯いっぱいあるんで、この間にねジンタンからもらった質問にね答えていきたいと思います。スカイドットで一番楽しかった思い出と辛かった思い出、もう1年半ぐらい経つのか。まずそのスカイドットって名前になってることもやばいし、スカイピースと普通にこういう風にマンツーマンというか2対2で動画撮ったり、プライベートで遊びに行ったり電話したりっていうのが本当に考えられないの、このユータからするとね。だってマジで見てたんだよ高校時代。飯べ撮ってはぁ10分あかんみたいなのもやってたね。お尻ピーナッツとかもそうだし、10円サッカーとかみかんとチョコの大食い対決とか本当にね、いっぱい見てたのに、ここまで仲良くなるかね。そこにね、まず、毎回驚きます。やっぱあの、スカイハウスの撮影場所、リビングの背景とかさ、うわーってなるし、そこのね、気持ちをね、やっぱいつまでも忘れたくないなっていうのは個人的にあるんですよ。どんだけ仲良くなって、どんだけ自分のことを信頼してくれてたり、僕がスカイピースにしてしてる見方自体は忘れたくないなっていうふうに。まあ、全然話逸れちゃってるんですけども、スカイドットで一番楽しかった思い出はディズニー行ったり TikTok メドレーやったり編集合宿やったりいろいろしたんですけど、一番の思い出って言われるとな、日常ですかね。やっぱ企画はもちろん全部思い出なんですけど、その中で一番って決めるのは難しくて、唯一何が一番このスカイドットで楽しいかなって思うとやっぱり日常なんですよね。撮影終わった後の会話とか、何の気なしにスカイハウスに置いてあるダーツをみんなでやったりとか、スマブラやったりとか、タイプの芸能人とか喋ったり、世界が今日で終わるなら最後に何食べるとかを終わりもなく話したり、なんかそういうことをやってる日常がやっぱり日に日に更新される一番の思い出かなっていうふうに思いますね。毎日更新ですね、スカイドットの一番の思い出は。まあ終わりが来ることなんて考えたくないですけども、最後にスカイドット何が一番楽しかったって言われた時に、あ昨日かなとかいうふうに言えたらいいなと思います。昨日も楽しかったし、おとても楽しかったし、まあそういうとね毎日会ってる換算になるんですけども、最後に会った時が一番楽しかったなとか、日常がねやっぱスカイドットが一番の思い出になると思います。辛かった思い出、これいい話でもなんでもないんですけど、僕ホルモンっていうのをねそんなに好んでいなくてですね、噛み切れないというか、あと僕アマちゃんなんで大人の食べ物みたいなあれなんですけど、ホルモンがちょっと苦手意識があって、ホルモン1キロの動画は結構うわきついと思った記憶ありますね。辛かったって言ったらそれかな。基本的にスカイピースといて辛いことはないんで、 TikTok メドレー一日中やっても楽しいんで、ちょっとねジェンタに電話かけたいと思います。もしもし。お疲れ。どうしたのそんなサボテンみたいな顔して。あ、声が聞こえないですね、ジンタ。え、嘘。今は。あ、聞こえました。あ、やべ、来ちゃった。おう。ありえないやろ、その待機。準備できてなくて映っちゃったの場所じゃないやろ。あ届いた。やってくれたな、藤枝。これ俺マジで間違いかと思いましたよ。何が？え、間違いかと思ったの？いや、ほんと一個ずつ確認したいんですけど、ピザは頼みましたよ。頼んだ。ですよね。ピザが、頼んだ。最初に届いたんですよ。ああ、そうなんだ。ピザね。ピザとこれね。え、待って待って。カラダスクエアガチャダブルってそんなでかいの？カラダスクエアガチャダブルデブですよ。デブサイズですよ。もっとちっちゃいやつかと思ってた、俺。あー、どう？ 1050ml や。いやまあこれの時点でかすぎるやろ。まあびっくりしたわけですよ。うんうんうん、炭酸水しかも僕あんま好きじゃないんで。え俺炭酸水頼んでないんだけど。おかしいよ。じゃあおまけか。なんかうんセットとかついてきたんじゃん。俺頼んでないもん炭酸水。まあ、じゃあ炭酸水はまあ濃感だとしてもピザのね時点で、うん、ジンタンちょっと優しさ出たなと思ったんですよ。ああなるほどね。小食なの知ってて。そうだね。だからまあピザ1枚でもきついだろうって感じでピザにしてくれたと思ったんですよ。あはい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 。で届いてこれ。届きましたってやってる時にピンポン鳴ってえっと思っておもろで取り行ったら何来たネギシですよ。まあやっぱりねあのさっぱりしたのも食べたいのかなと思ってバカネギシのどこがさっぱりしてんやいやいやだから牛タンでさっぱりしてるでしょやっぱりレモンとかかけてでちょっと脂っこい食べたいなってなったらピザも食べつつでもうこれ完璧かなと違うよまずレモンもついてないし脂っこいもの食べたいなって言ってんのおかしいしだって唐揚げ12個届いてんだもん
ちゃってた。カラオケで地獄か。あんまないわ飯で地獄やって思ったの。いやなかなかだってユータいっぱい食べたいかなと思って。え、これはエジンタンが間違いなく頼んだものですか。はい、間違いなく僕が頼みました。いやでもユータ聞いて、朝きつかった俺。それは自分の力量足らずや。うん、遅かったユータ送ってくるのが。いやそこか、そこ引きずってんのか。でこれからヤマトが頼んだのが来るらしいんだけど、頼んだお金が8000円って言っててバカ高いやん、何って思って、それを今すごい震えて待ってる。あのちなみになんですけど、僕それなんか風の噂で耳に入ってて。嘘。ヤマトが頼んだもの。噂で入ってんのすごいな。結構まあお疲れ様ですみたいな感じですね。え、マジでおっぱいマッサージみたいなって聞いたんだけど俺。おっぱいマッサージって何。おっぱいマッサージ8000円分のコースみたいな聞いたんだけど。あ、まあけどそんな感じっすね。え、これあのあれですよね、昼飯の時間に全部食べきらなくてもいいんですよね。うん、俺もやしナムル食べきれなかった。いやそれはないわ、人にこんな頼んでる。それはないわないわ。いやそれはじゃあそっちもですよ。お、じゃあ俺食いますよ、じゃあこれもさ。じゃあそんな強く出れるようなもんじゃねえから、もやしナムル。唐揚げ12個控えてるじゃんこっち。違う、だってさ、違う、朝だってさ結構少なかったよ。だってオレンジジュースとなんだっけ、メロンパンス。メロンパンでしょ。なんかだからユータ全然お腹減ってんじゃないかなと思ったんよね。まあまあ減ってはいましたけど、あ、ちなみに今もうピザは食べきったんですよ。あ、ほんと？ピザ食べきってネギシも半分食べきってます。あ、すごい、めっちゃ食ってるやん。じゃああと唐揚げ12個とネギシ半分だ。バカか。じゃああとっていう量じゃねえわ。ちょっと俺今なんなら欲しいもん、唐揚げ。いや、ジンタンこれ頼んだ時に、ジンタンが自分なら食べきれる量だと思ったんですよ。うんうんうん。じゃあその、やっかみがられないっていうか、文句言われないように、そういう量頼んでんのかなと思ったんですけど。さすがに食えないっすよね、これ一人で。うん、食えないね。ほら、もうやっちゃってんじゃん。じゃあもう後輩潰しもう、いや、後輩潰しとか良くないよ。カットね。なんでだよ。この前だってあれじゃん。何？じゃあこの撮影するって聞いて、あの昨日アオラブとのやつ見返したんですよ、うん、そしたらジンタはその一人画角でって言ってたじゃないですか。って言ってたっけ俺、やば。今日 P なしで使ってましたよ。え、嘘？言ってた？いや、もうバグっちゃってんだと思って。いや、P しないのは編集ミスですわ。はい、じゃあここ今言ってんのも全部 P 入れてください。いや、入れません。ほら、だから人体逆振りみたいになってるから、いつもその精神を捨てないと、いつまで経ってもヤバい人なんですよ。ねえ、俺やだ、俺さ、ヤバい人って思われたくないの、もう。いや、そういう逆張りも。違う、本当に肝がる人って肝がるじゃん、俺みたいな人のことを。すごいショックなの、それが。だから、タンとかを垂らす芸あったじゃん、昔。あれ、DM で本気で怒られて、しかも、アンチとかじゃないの。ちゃんとした、いつもスカイピース見てて、楽しく見させていただいてます。けども、ジンタのタン芸だけは、どうしても無理なので、気持ち悪いですって言われて、それで俺はタン芸をもうやめたの。完全にやめたんですか。完全にも引退しました。まあだからそのジンタンのその性格上、じゃあそこをやめるとなんか変なところにまた振っちゃうんですよね。パラメーターを。そうか、そういうことか。引退するならもうその素質ごと引退していかないと終わり見えないですよ、これマジで。本当にもう俺嫌われたくないから、みんなに。いやー、けど何でもやりそうやな、本当受けるためなら。ちょ、マジこれピーしてくださいよ。さっきのとこね、ワードね。なんか言うの使う気満々やないか。使う気満々やん。ワードとしてキモすぎるから本当頼みますよ。そうだね、あの誠くん、たくまくん。じゃあそこの編集はメンバーシップに送っとくわ。メンバーシップに投稿しとくわ、それ。青か。メンバーシップに投稿しとくわ。じゃあ本当頼みますよ、あのたくまくん、誠くん、コンくん、ほんとスカイチームのみんな。みんなに言うな、長い言いかけんな。じゃあもうありがとう。はい、食べますよ、うん、じゃあ食べて、頑張って食べてね。でも無理はしないでほしい。無理はしないです。じゃあ、あ、お、来た。うん、じゃあね、バイバイ。やべえだろこの人マジで。やっちゃってんだろ頭。いや、だからね、来た。はい、はい、フロントでございます。タイマッサージ東京の方、お越しです。はい、ごめんなさい、もう一度いいですか。はい、わかりました。問題してよろしいですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。ヤマトやったよ、あいつヤマト。
ちょっと待って、ヤマト耳疑ったんだけど、タイマッサージって言った。え、そんなことある？これ、ウーバーイーツ頼み合いでお昼食うような企画だよね。すいません、じゃあお荷物だけ。で、あと自分のマッサージされてるところの顔の部分だけでも撮るところって考えたりします？あ、はい、大丈夫です。全然、担当のゆりえと申します。あ、よろしくお願いします。最初先生お会計が7,999円。はい、わかりました。シッシ。さあ、ゆうたが電話しているということで先に質問に答えていこうかなと思います。ゆうたから質問です。トムドットとの一番の思い出とこれから一緒に何をしたいか。あー、もうこれ気になっちゃうよね。ごめんなさい、なんか視聴者さんからなんか参考になる質問とかじゃなくて、僕たちちょっと仲良すぎて普段褒め合えない場所とかをちょっと知りたくなっちゃってる。コムドットからスカイピースにと、スカイピースからコムドットにしかなくなっちゃって、ごめんなさい。ゆうたから電話来ました。お疲れ様です。あー、来た来た。うわー、ゆうたインスタライブしてんだ。してねえわ。やばくやばい。え、届きました。届いた。ほら、見てください、センスある、センスある姿勢。お、ネギシュセンスあるな。いや、僕ジンタンに朝ごはん豚汁セット頼んだんですよ。で、10時開始だったじゃないですか、これ10時50分ぐらいに着いちゃって、まずそこになんかちょっとジンタン過剰に反応しちゃったらしくてなんかやってくれたなみたいな感じで、遅いんだけどみたいなで、なんか次、うん、俺がユータに注文だよね、覚えとけよみたいな感じで最初の電話終わったんですけど、うん、でさっき注文来たのを開いてみたら、まあ、飲み物がこれ多いな。飲み物これで、まあ、ネギシのセット、ピザ唐揚げ12個です。クソだるいやん。この先輩を今後どうしていこうかなっていうので今頭がいっぱいですね。まあでも食べきんなくていいから、ね、別にこの動画は。だから俺もヤマトにスタバ5本ぐらい頼んだ。そしたらなんか、やってくれたなって電話かかってきたんだけど、後輩にあげていいやつだよって言って。ああ、なるほど。なんかやっぱちょっと波乱起きてるな。語りメインの動画だと思ってたんで。語りメインだわ。いやでも今、ジンタン対古式マッサージ行ってるから。今、なんか、さっき、ジンタンと電話のやつ撮ってて、最後バイバイの寸前にピンポン鳴ってました。今だからちょうど受けてるこの後事務所行くでしょ。はい。あ、じゃあもうあげちゃえば。あ、唐揚げありですか。もちろん持っていきます、事務所に。じゃあゆうたの質問答えてくるわ。はい、答えてください。ジンタンから全く一緒の質問来ました、僕。楽しかった思い出とこのやつ来ました。いや、求めちゃってんね、俺たち。なんか見てる視聴者さんに向けていい言葉よりも、はい、いや、お前こっちのことどう思ってんだよが気になっちゃって。それだけが気になるぜ。それだけを言い合ってる今。動画すげえ楽しみだもんな、これ完成。バッカップル同士の会話がずっと。え、ちょっと分厚く語ってくださいね。うん、もちろん。やっぱ俺ふざけずちゃんとやってるから。そうですよ。テオ君の語り毎回ちゃんとやってるんで、真面目に見てる感じ。そうだよ。すげえ楽しみにしてます。楽しみにしてて。じゃあねー。怖すぎだろ、切る。切る時の顔怖すぎだろ。仲いいふりって大変。全然関係ないんですけど、最近衝撃的だった出来事。ホットでグッドな赤かっていう歌あるじゃん。あれ、俺、ホットでグッドなお団子だと思ったの。ホットでグッドなお団子ね、だからお団子が可愛い女の子に恋をしてしまった男の子の話かなと思ってたの。したらあれ、ホットでグッドな音楽を、ホットでグッドな音楽を歌い続けてみたらいい。お団子にしか聞こえないから聞いてみて。ホットでグッドなお団子歌い続けてみたらいい。落ち込んでるおろろなにあになれるおろい。ちょっともう早く食べないと、とろろがさ、もうカピカピになってきてさ、おからみたいになってきちゃってる。俺今うまいこと言ったかな。まあほんのちょっとだけ待って、ネギシ、うまー、ほんのちょっとだけ待って、ネギシマジけ。虫入った今。ごまだれみたいなやつで、虫かわかんない。虫だろうと、ホコリだろうと、吸収して、僕が体の一部にしちゃおう。
さて、ゆうたの質問。コムドットとの一番の思い出とこれからしたいこと。こんなんね、もう決まってますわ。ボケようか迷っちゃってんな俺。でもゆうたに真面目な熱いやつ頼むって言われてるからな。真面目な方で行くか。まあ一番の思い出は道開けろって言われた時のあのイライラだね。これ決まってました。まあ結構こうみんなでね YouTube 界って結構平和な感じでこう畑を耕してたらそこに狼がやってきたみたいなね、道開けろうわーみたいな、畑荒らしていくぞみたいな感じのあれ言われた時はもうなーよー考えたっていうボケのパーター置いておいて、そしてそれを置いていたのをもう一回持ってきて頭にインプット、ペリリリリリチキン南蛮出来上がり。ボケはここまで。一番の思い出はやっぱり目標達成の瞬間ですね。一個前の質問で言ったんですけども、本当にもうこんな例えして恐縮なんですけども、日本代表が勝ってトロフィーを掲げた瞬間みたいな、わかりませんよあの気持ちは、あの人たちにしかわかりませんけど、あれに似たような感覚なのかなっていうのを思って、共に走り続けてきた仲間が300万人400万人っていう目標を達成した時に一緒に目を合わせてシャーってやったあの時のこの光景とか、あの瞬間、空気感、雰囲気、もうあれがねもうたまりません。ズタズタに折れてたけど仲間っていいなって思わせてくれただろう。たくさん仲間がいたよ。でもやっぱりねこう背中を押し合って一緒にこう二人三脚ですよ。もうで違うんですよチャンネルが。生まれた場所も育った場所も育った環境も始めたタイミングも全く違う俺たちが、絆っていう線で結んだ足を二人三脚でこう一年間走り続けてきたコムドットと、目標達成した瞬間の自分のことかのように嬉しいっていうのを一番もろで食らったね。結婚式とか見てて、友達が結婚した時とかもう自分のことのように嬉しいっていう嬉しさはあるけど、ここまで自分のことのように嬉しかった出来事って今までになくて、まあジンタンが結婚したりしたらそういうのとかもすごい感じるんだろうけど、コムドットがスカイピース達成した時も思ってくれたかもしれないけど、俺たちにしかわからないところでも見えてた部分とかもあって、そういうのもいろいろ考えると、お前ら頑張ってたもんな、言って当たり前だよ、当たり前じゃないけど言っていい実力と努力をしたっていう思いが込み上げてきて、もう止まらなかったね。すごいでかい米粒も出ちゃってね。そうなんですよ。だからね、コムドットとの一番の思い出っていうのはやっぱりこう二人三脚で走り続けてきてトロフィーを手にした瞬間、一緒に入れた時っていうのがね、やっぱりすごい、ディズニー行ったりとかいろいろ楽しい思い出全部ひっくるめてあそこに凝縮されたなっていうのがあったんで、あれが一番の思い出ですね。ちょっと話変わっちゃうんですけど、死ぬ時に思い出す出来事っていうのがものすごい大事だなと思うんですよ。大きくくくられるんですね。俺が80歳で死ぬとなったら80年間の思い出一個一個覚えてないんで、スカイピースっていう多分記憶になるのよ。一くくり、例えばスカイピースが10年間活動したとしても、10年間スカイピースというものをやっていたということだけを多分思い出すんですよ。その中でスカイピースっていうのを一回パッて思い出して、あ、ジンタンと二人で結成したな、アオラバあったな、コムドットの目標クリアしたなとかっていう出来事の中に入ってくるものが人生で一番大事な瞬間だと思うんですよね。だから例えば彼氏に浮気されたとか、彼女に浮気されたで告白して失敗した、受験に落ちた、そんな絶対思い出さないんですよ死ぬ前って。死ぬ前にそんな思い出せたら、もっと他のいいことを思い出せるような人生に絶対にしてください。でもう僕も浮気されたこともあるし振られたこともありますけど、受験に落ちたというかバイクの免許に落ちた時にめちゃくちゃへこんだんですね俺。受験とか失敗したことが一回もなくて、そこで初めてあの失敗みたいな、わかりやすいじゃん、落ちるって、落ちるってことの経験を初めてして、うわ原付落ちたと思って、無駄やん、ここまで来て試験やって勉強いっぱいしたのに落ちた、無駄やんみたいな感じの、あの失敗っていう感じで落ち込んだやつとかも絶対思い出さないんですよ。死ぬ前って、死ぬ前に思い出すことをすごく増やして、それを大切に濃厚に一生懸命にやることが大事で、それ以外は全部大丈夫。よくな、落ち込んでる人とか相談しに来た人に言っちゃいけないこと大丈夫っていうのあるけど、俺めっちゃ言っちゃうんですよね、自分がそうだから。大丈夫って心に唱えたら大丈夫になる人だから、俺はその慰め方しかできないんですけども、大丈夫、みんななら大丈夫、落ち込んだことも全部大丈夫、全部思い出さないから、全部忘れるから。そんなこと、僕まだ27年間しか生きてないんで、27年間以上生きてる50歳とかの人がそういうの全部ね気になっちゃうんだよって言ったら気になっちゃうのかもしれない俺もこの先。でも27年生きてきた俺からすると絶対大丈夫、どんな失敗どんな挫折も。だから
大丈夫、いろんな経験してきた俺が大丈夫だから、君も大丈夫、一緒にするななんて言うな、同じ人間だろ、考え方は一緒や、大丈夫って思えば大丈夫、そう思ってれば大丈夫、全ての出来事はプラスにつながってる、これやだ、いや今なんて噛んだと思ったけど、これやと。ちょっと長くなっちゃってすいませんね。で、ゆうたからのもう一つ、これからしたいこと。直近だったらね、本当にね、コムドットと会うときってやっぱ、撮影とか編集の合間に遊ぶっていうことをしてるんですけども、普通に遊びだけの予定を立てたいっていう。だからなんか撮影があって、ヒューガとその後飯行こうぜって言ってる飯も、めちゃくちゃ楽しいんですよ。カメラも回ってないし、もうこの時が最高っすよね、みたいな感じでヒューガと話したりするんだけど、それも言うて、なんかの用事の後で。だから、その、なんかの用事の後じゃなくて、その予定を入れたい、遊びに行くっていう、で沖縄行こうぜとか、普通にあっちゃんとかゆうたに電話してカードゲームしようぜとか、今から行っていいとか、なんかそういうね、遊びたいっていう感じだね。で結構先の未来を考えると、やっぱり結婚式とか行き来し合いたいね。きっとスカイピースもコムドットもこの先何年後かはみんな結婚とかをしていくんだろうなって思ってて、本当に結婚して子供ができてもつながりがあるって、もう普通に俺からしたら幼馴染の存在ってそういうことなわけじゃん。俺にも幼馴染いるけど、女の子も男の子も、あそこの親とかの世代がくっついてるわけでしょ。で幼馴染っていうのができるわけでしょ。それが俺とヒューガとかが結婚して子供ができても仲が良かったら、ヒューガの子供と俺の子供が幼馴染になるわけよ。それってめっちゃ素敵じゃない。だからその子供同士が幼馴染って言い合える関係性に俺たちがなりたいなっていうのは思う。それはね、本当に素敵なことだね。ジンタンとさ、俺の子供がさ、幼馴染でさ、しかも同タイミングで子供ができて、同級生とかになって、幼稚園、小学校、中学校、高校とかさ、一緒でさ、で二人とも気があって、まあ、気が合わなかったら気まずいんだけど、ジンタンちの子供と俺んちの子供とか、そこにまあヒューガンちの子供、ヤマトちの子供とか、いろんなあっちゃんちの子供とかバーってこう集まってきてさ、そこがめっちゃ仲良くてさ、スカイドット7人仲いいのに子供7人も仲いいとかさ、すごくない？で、ジンタンちの子供がいじめられてたらさ、ヒューガンちの子供が助けたりしてさ、で、俺んちの子供がチンチン出したりしてさ、で、ヤマトちの子供がさ、川に飛び込んでさ、こうぐるーって回っちゃってさ、なんか、ワシとか、こう、鹿とかをこう、噛んで足を、ぐるーって回っちゃって、で、あっちゃんちの子供が、あ、ヤマトンちの子供が、またヤマトンちの子供って呼んでんだ、あっちゃんちの子供。また川で鹿捕まえてるーすって、ユーマンちの子供が、あつって、ゆうたんちの子供が書いて、ってやってる未来すごいでしょ。なんかね、そういう関係性になりたい。だから本当にスカイドット、誰が最初に結婚して誰が最初に子供生まれるのか、すっごい楽しみですね。なんかね、やっぱりね、応援してくれてるファンのみんなとかがね、寂しい思いをねするかもしれないんですよ。そこで僕たちは結婚とかしたら、だけどね、やっぱり人生という物語をね見てみて、こうページをめくっていくと、それは人生はね、いろいろありますから変わっていきますよ。その変わっていくページにいつか子供がね映し出されたら、僕は幸せだなぁと思っています。まあ、ファンのみんなもねすごい優しいし、本当に温かいから、結婚したら応援してくれる子ばかりだと思うんですけども、そういう未来がね、みんなも見たいと思う人もいるかもしれないし、その気持ちと全く俺も一緒で、そっちの世界も見てみたいんで、楽しみにしてます。みんな子供を産んでください。どうしよう、できなかったら、こんなこと言っといて俺の子供だけできなかったらどうしよう、みんなワイワイしてんのに。ていうか、こっち来て焼肉食べましょうやってヒューガに言われて、ヒューガの子供が俺の袖とか掴んできて、テアジさん行こうやってこうやって引っ張られて、おおおじゃあこっち俺子供いないんじゃよ俺。そんな、俺一人でいいんだよ。私から送られてきた質問に答えなきゃいけなくて、質問答えますね。すいません、ちょっと恥ずかしいんですけど、全然気にしないでもらえると。ありがとうございます。慣れてますか、こういう変な場とかも。みんなはリモートでお仕事をしてたりとか。ああ、そうですね、そうですね、そんな感じとかも。電話してる方もいますし。ああ、そうなんです。じゃあ全然そんな感じなんで、ヤマトからの、質問が来てて、クリエイターとしての流儀ということなんですけども、そうですね、クリエイターとしての恥ずかしい、恥ずかしい、流儀ってなんだろう。流儀は技能、芸術などその人、家、流派など独特のやり方、しきたり、また一般に物事のやり方、
ルーズ流儀、心構えみたいなもんなのかな。でも俺の中で結構大事にしてるのは、いろんなことにチャレンジするっていうのは人生の中で大事にしてることかもしれない。やったことないことチャレンジするっていうのがすごい好きだし、でも普通にこういうような業種って結構いろんなことをやってるから、毎日日々だからこそね、他の人よりかはいろんなことを経験させてもらってると思うし、せっかくそういうね、星の元生まれたというか、すごい恵まれた環境にいると思ってるから、まあすごい、だからなんかいろんなことにチャレンジすることが今の俺の流儀なのかなと思うな。流儀っていうとめっちゃかっこつけてるみたいになるけど、来るもの拒まずじゃないけど、今日とかもね、UberEats でご飯来ると思ったらタイマッサージの方が来てくれたりだとか、すごい経験をしてるから、そういうのは嬉しいね。なんか俺の流儀にヤマトが沿ってきてくれてるというか、なんかいろんなことをやっていきたいよね。だから本当とも撮影とかも楽しいし、いろんな学びをさせてもらえてるかな。こんな肩触られて真面目なこと言って大丈夫かな。自分の中で大事にしてることが割とちょいちょい言ってきてるけど、逆境が好きというか、結構今まさに逆境だと思うんだけど、こういうようなところを楽しめる力というか、すごい自分を成長させてくれてる場だなってすごい思うから、俺はこういう場がすごい好きだな。最近起こった逆境で言うとなんだろうな、最近一人で居酒屋に行ってみようっていうことをチャレンジして、一人で居酒屋行くんだったら割とね、一人居酒屋とか一人ご飯とか行く人もいると思うから、それじゃあつまんないなと思って、携帯禁止一人居酒屋っていうのをやってみて、この前で、なんかちょうど仕事の帰り宮下パーク夕方くらい通ったから、店内でずっと一人で携帯をいじらずにお客さんがいっぱいいる中で、すごい自分の中宮下パークのめっちゃ混んでるね、一番特に栄えてるところを一人で行くっていうのをやりまして、でやっぱりね、一人で飯行って、で携帯なしってなると本当にやることがなくて、まず一番最初店内に入ったら注文メニュー表を見ると、だからそのメニュー表とかもなんか普通だと友達と来てたら俺割とパパパって決めちゃうんだけど、もう隅から隅までちゃんと見てみたりして、店内にあったメニュー表以外もお店の上とかになんか、やっこ200円みたいな書いてある、そういうのとかも全部見て、3品くらい注文して、で、しかも一人でお酒なんてマジで絶対飲まないんだけど、その日はなんか、ハイボール一人で飲んでみたりして、もうそれでメニュー決めて注文して、すっごいやっぱり暇で、やっぱり携帯いじらないとなるともう、店内を見渡すしかなくて、で、超気まずいみたいな。もう本当にぎゅうぎゅうでいたから、社会人カップルみたいな人たちに囲まれて、で、俺はもう一人ぼっちで、その場を楽しんでっていうのやってたんだけど、まあ、やっぱ逆境だったよね。こう周りがすごい楽しそうにお酒飲んでる中、俺はもう店内を見渡すことしかできないっていう、そういうことがありましたね、最近。だからまあさっきの話に戻るけど、そういうようなチャレンジだとか逆境のところに行くのは割と好きだな。最近やってみたいのは、海外に一人行くっていうのは、またやってみたいね。なんか小田家とかがアメリカ行ってて、でその時になんかすごいなんかいろんなことを学べるんだなと思って、海外行って、海外に一人で行ってみたいなっていうのが最近出てきましたね。でもなんかね、この前小田家と一緒になんかラジオの収録みたいのをちょっとしてきて、でその時にねちょっと軽く話したんだけど、俺今めっちゃいい家に住んでると、でそしたら来年はめっちゃボロい家に住む予定なので、そのまもう一年後は家をなくしてホームレスになってみたいっていうことをちょっと小田家に話したのよ。そしたら、うわめっちゃいいですね、それみたいに言ってくれて、もしかして小田家と俺はちょっと考え方とかやりたい経験とかが近いのかなってその時思って、なんかそういう意味でもめっちゃ嬉しかったね。小田家めっちゃ一緒にいて楽なんだよな。で俺全然会ったことないけど、ジョーブログさんとかもなんかすごい俺素敵だなって思うし、うちのおかんからもすごいあの人素敵だし、いろんな考え方できて優しいよっていう風におかんが おすすめしてくれて、ジョーブログさんもうちょっと見ようかなって思います。まあね、やっぱり海外にいると言ったら、やっぱりまあもうね、カズエライフですよね。ここでまさかカズエも名前出てくると思わなかっただろうけど、カズエライフはちょっとやっぱりチェックしたいね。だからカズエ自体もやっぱりね、俺ちゃんとまだ深く話したことないけど、300万人コメントが突破した時にチラッと話したくらいだったりとかだけど、カズエもすごいいい素敵な考え方してんだろうなって思う。もうちょっと深く話してみたいよね、このカズエのこととか。だからもう人生経験はすごい自分の人生の糧になるんで、いろんなことをしていきたいですね。せっかくね、いろんな人と絡める場に自分がいるわけですから、そういうのを大切にしていきたい、つながりとかを。ということで、ヤマトからの質問は終わりたいと思います。じゃあ僕はこれからマッサージを楽しみたいと思います。ではみんな、ごきげんよう。スカイピース愛について。そうだな、何から話したらいいんだろうな。
まあじゃあまずスカイピース2人として俺が尊敬してるところを話したいと思います。すごいクリエイター目線になっちゃうんですけど、2人組の人って本当にすごいなっていう風にグループ系の僕から見ると思うわけですよ。人数が少なくなればなるほど仕事の割合が増えるし、まあ、きつくなるっていうのは当然なんですけど、まあ1人になると1人の意思決定で物事を動かせるじゃないですか。例えば今日は体調悪いからちょっと休もうとか、気分乗らないから今日は動画撮んないとか、1人の人はさ仕事がめちゃめちゃ多いから1人の人は1人の人で多分大変なことがあると思うんですけど、2人ってなるとやっぱ意思決定っていう中で1対1なわけじゃないですか、意見が。だから意見が割れちゃった時に俺はこっち行きたい俺はこっち行きたいってなったらもうそこで止まっちゃうか喧嘩しちゃうかっていう、そういう感じになりがちだと思うんですよ2人組って。で、まあ、3人組だったら意見が、まあ、どっちかに割れるから2-1で、まあ、多数決とかで行動の意思決定をしやすいと思うんですけど、やっぱ2人組ってその点他の YouTuber の人たちよりも大変なのかなとか僕は思っていて、スカイピースのすごい点っていうのはやっぱお互いを本当にリスペクトしてるから、その意思決定で揉めてることがないんだろうなっていう風に、まあ、近くで見させてもらってて思ってます。視聴者のみんなからしたらさ、まあ仲いいっていうのは大前提だと思うのね、コムドットにしてもスカイピースにしても。けど仲いいってすごい難しいことで、なんでかっていうと大前提ね、友達っていう関係性はあるんだけど、そこに仕事っていうものが入ってきちゃうとどうしてもなんかね衝突しやすいわけですよ。ここはこうするべきだと思うっていう意見があったら、いや俺はこうするべきだと思うっていう意見が割れる機会って本当に数えきれなくて、友達だったらさ意見が割れることって例えばあそこ行きたい、いや俺ここ行きたい、ここ飯食い行きたい、いやこっち行きたいとか、その程度だと思うんだけど、やっぱ仕事ってお互いの人生を左右するような決定が多いから、やっぱねその点慎重にもなるし、まあなんかギスギスすることもあると思うんですよ。でも俺が見てる限りスカイピースの2人がそんな感じになってるっていうのは見たことがなくて、まあもちろんねもうスカイピースも本当に長いこと YouTube やってるから、なんか2人でちょっとバチってなったことはもしかしたらあるかもしれないけど、俺が知る限りやっぱねどっちもすごいんだけど、やっぱそのテオくんの意思決定力とジンタンのそれに合わせる力、これはもう見事にマッチしてる。どっちもテオくんだったら意見割れて喧嘩になるし、どっちもジンタンだったら攻めっていう性格じゃないから、やっぱこう前に進みづらかったりっていうところがあると思うんですよ。多分お互いのいいところであり欠点でもある部分だと思うんですけど、そのお互いのいい部分っていうのがバッチリハマってる、これがすごいんですよねスカイピースって本当に。で2人がコンビ組んだ時ってそれ分かんないじゃないですか、お互いが完全にどういう性格かって。やっぱピンチになってみないとそういう性格って出ないもんだし、何かをやっていく中でなんかこう極限になった時に見える性格っていうのがあるわけじゃないですか。でその性格が2人はねバチンとこうパズルのピースで当てはまってるわけですよ。だからスカイピース休止するみたいな感じの話があったと思うんですけど、その時にテオ君とジンタンは2人で休もう、一旦休もうってなってて、もうそのままこうね気持ちが進行してた中で、テオ君がやっぱり YouTube やるっていうスイッチが入るわけじゃないですか。そしたらジンタンがそこにすかさず合わせに行けるっていう、これがもう異常なことだなっていうふうに思います。どっちかがすごいんじゃなくてどっちもすごいの、どっちもが信頼をしてるからこそできること。ジンタンもなんか相手がどう思うかなとかを考えたりなんか気使ってたりしたらそういう風な意思決定できないと思う。だって休むって決めてたからね、なかなかこうひっくり返すのって難しいけど、やっぱやりたいってなったのをジンタンにストレートに伝えるわけやん。そしたらジンタンがうんやろうかってついてって、で今このままこういう風に動画を出し続けてるわけでしょ。それはもう本当にこのコンビでやってるっていうところで、視聴者のみんなからしたらねなかなか見えづらい部分かなとも思うんですけど、僕からするとこの二人は本当にいいコンビだなっていう風に思いますね。まあお互いがお互いのこと大好きだしね、それがやっぱずっと一緒にいてて感じるんですよ。例えばね、ジンタン大人数苦手だから大人数苦手な感じの雰囲気になっちゃう時あって、でもその時にテオくんが入りやすいようなフォローを入れてたりとか、なんかテオくんがいなくてジンタンとの撮影の時にテオくんこんなことを言ってくれたんだよねとかをやっぱストレートに伝える、いやなんかコンビ愛を感じますよね。やっぱり二人ともすごい素直なんで、なんか愛情をストレートに伝え合うわけですよ。それがなんか見てて俺らがスカイピースを好きな理由だし、視聴者の人
はスカイピースを好きな理由もこういう素直さにあるんだろうなっていうふうに思ってます。まあ今年はね、スカイピースにとってすごいきつい年だったと僕は思うんですよ。本当に二人ともいい人だからさ、まあ悪いことしないわけよ。人に嫌われるようなこともさ、しない二人でしょ。だからなんか世間でこうスカイピースがすごい言われる風潮があったわけじゃないですか、ちょっと前まで。まあ今もちょっとあんのかな、わかんないけど、それを間近で見ててね、本当に悔しくて、コムドットとしてね、すっげえ本当に一番世話になってる先輩でもあるし、これ大好きな二人だから、そういう風に言われてるのを見るのがすげえ嫌で、まあ、コムドットが言われるのはね、なんとなくわかるのよ。まあなんか見た目派手だし、去年とかちょっと世間に迷惑かけるようなこともしてるから、まあ、そういうポイントで言われちゃうのは仕方ないなっていう風にね思う部分はあるんですけど、スカイピースの二人はさ、ずっとポジティブな感情だけでさ、こう YouTube に対して向き合ってさ、視聴者の人に向き合って、でいろんなクリエイターを巻き込んでさ、いろんな大きいことやって、いろんな面白いコラボ動画撮って、ずっとこう YouTube を盛り上げてくれてるわけじゃん。それに対してなんていうの、チャチャを入れてるわけだけど、度が過ぎてるしダサいね、本当に。俺からするとこれマジで言いたい、マジでダサい。あれ人間の風上にも置けないね、あいつら。マジで腹立つ、本当に。何を面白がる権利があんのっていう、お前らに。挑戦もしてないわけでしょ、そういうさ、いろんな人を巻き込んで何かをやろうとかさ、うん、自分たちで面白い挨拶を考えて、まあ一芸じゃないけど、そういうのをさやったりするわけやん、スカイピースって。別にそれで楽しんでる人がいるでいいやん。それをチャチャ入れてる人たちは果たしてかっこいいでしょうか。僕は劇的にダサいと思います、本当に。あのね、逆ね、こんなことを大人になってやってるスカイピースダサいじゃなくて、それをダサいと思ってるお前らが一番ダサい、本当に。それぐらいしかないの、言うことがっていう感じだね、俺からすると。なんかさ、それぞれのねクリエイターにそれぞれのスタイルがありますから、視点を変えれば面白いっていう風に見る人たちがいるのもわかるんだけど、結局さ、スカイピースをネタにするみたいなのを先導してるやつがいるわけで、結果的に激しい誹謗中傷になったりとか、スカイピースが動画を休もうかなって思うとこまで追い詰めてるわけだからね。これを正当化することは誰にもできないでしょ。そんなことをして何が面白いのかな、僕は怒りでしかないですね、これに関して。では誰が肯定すんの、そんなダサいことしてる人を。陰から石投げてさ、すっげえイライラするわ、ダサすぎ。あとクリエイターもね、他のどれだけのさ、クリエイターがさ、スカイピースに世話になってるというかさ、なんかきついことがあったらスカイピースがコラボしてくれたりさ、全然数字ない時でもスカイピースって絡んでくれたりするわけじゃん。その恩を忘れてる人が多すぎるよね。俺らは本当に、まあ一番世話になってる後輩だからこそ、自分たちなりのアクションも取りましたけど、まあ例えばヒューガと旅行行った時、ちょっとその話題について話したりとか、あとね、動画の中でスカイピースの話をしたりとか、俺らにできることはこれかなと思ってやったけど、まあそういうのが、まあ、キャラクター的にできない人がいるのもわかるけど、なんかそういう風にスカイピースが寄ってたかって言われてる時に、今までこう仲間だって肩組んでやってきたクリエイターはできることがあったんじゃないかなっていう風に思います。本当にスカイピースって優しいし、みんな大好きじゃん。で、好きなクリエイター誰ですかって聞いた時にスカイピースって答えるわけじゃん。なのにスカイピースがさ、何も悪いことしてなくてさ、ああいう風になってる時にさ、助け舟の一個も出せないってさ、それは人間としてどうなのって俺は思うね、本当に。まああの二人は本当にさ、いい人だしさ、作る動画もめちゃめちゃ面白いわけですよ。まあ面白いってね、人の観点だから、面白くないって思う人がいるのもわかるんだけど、俺からしたらすっげえ面白いし、すげえ緻密なんですよ、動画の作り方が。 BGM 一つにしても、効果音一つにしても、展開の切り取り方、あと繰り返しの入れ方、テロップの入れるタイミング、入れる場所、本当に僕たちもスカイピースの動画から勉強させてもらってることは本当に多くて、その名実ともに僕はトップクリエイターだなっていう風に彼らのことを尊敬してるんですけど、今年は多分俺らにも言ってないだろうけど、すごい嫌な思いをした1年だったんじゃないかなっていう風に思います。まあ、俺はキャラクター的に、まあ、言い返したりとかするのがさ、キャラ的にこうあんまり乖離がないからできたりするんだけど、やっぱさ、二人はすげえいい人だし、だからテオ君にこの間こういうこと言われてムカつかないんですかって聞いた時に、ムカつきはしないかなって言ってて、まあ、なんかすげえ大人だなって思って、ムカつきはしないってテオ君は言ってたけど、やっぱすげえ悔しい顔してたんだよね。多分それはなんて言うんだろうな、スカイピースのファンのみんなはスカイピースを応援しづらくなっちゃうわけでしょ。そこは多分本人としてもすごい悔しかったんだと思うし、まあ、それに対してね、なんかこう言い返してる自分っていうのも乖離があっただろうし、本当に悩んだと思うんですよね。まあ、今年 YouTuber が
ね、とりわけなんか大きな問題を起こしたっていうのが去年に比べてなかったから、なんかそういう本当に結構しょうもないとこに目が向いてなんか言われる1年だったなっていうふうに思いますね。まあ俺らの、まあ、シャネルとかもそうだけど、なんも悪いことしてないからね。ダッサい文化だなと思いますね本当に。その人が何かさ楽しげなことをやってさ、それに対してさそこに参加できなかった人とか、それ面白いって思えなかった人がなんかこう下に見て叩き落とす、客観的に見てダッサくないこの周り。俺はそいつらの目を気にして、あー挑戦するのやめようとか思うタイプでは全くないから、自分のスタイルは曲げないし、これからもね周りで仲いいクリエイターがそういう風な誹謗中傷の的になった時は自分にできることはやりに行きたいなと思ってますよ。だからまあ多分この言葉ってダサいやつはね響かないのよ、ダサい感性しか持ってないから。けど俺が言葉を届けたいのは、まあスカイピースにも今の話は聞いてほしいし、あとはスカイピースの視聴者の人、ホーネットの視聴者の人とか聞く耳を持ってくれる人にこれを聞いてほしくて、なんでかっていうと俺らがさなんかこうバーって言われてる時って言われっぱなしって思っちゃうじゃん。言われっぱなしって思ったらなんかみんなもさ気分がげんなりするというか応援しづらくなるっていうのはまさにそういうことだと思うんだけど、俺もテオ君も、まあ、ジンタンもコメントも他のメンバーもね屈するつもりは全くないです。ここで自分たちのねやりたいことをやめたりとか自分たちのスタイルを曲げたりとかするっていうのは絶対にありえないんで、まあ立場的に言い返せないタイミングだったりとか、グッと言葉をねこらえなきゃいけないタイミングっていうのは僕たちあるんですけど、なんだろう、それは屈してるということではなくて沈黙する強さっていうところもあると思うので、ね、今回スカイピースとはこの件に関して何か言い返したっていうことがなかったかもしれないけど、それは決して彼らがそれに言いまかされたわけでもなく叩き落とされたわけでもなく、今回は沈黙するっていう強さを取ったんだなっていうふうに僕は思ってます。これで勝手に代弁してて全然ね本人たちが思ってること違かったら、まあ、カットしてもらえたらいいんですけど、もしねカットされてなかったらスカイピースも多少そう思う部分があったっていうふうに受け取ってもらえたら嬉しいです。俺らとしてはやっぱ大事なのは応援して動画を見てくれる人だからさ、その人たちがいなくなったら動画はできないわけで、外野が何を言っても俺らはね自分たちのやりたいことやって視聴者の人を楽しませるっていう、ここが変わんなければ何も問題ないですから、ダサいやつは置いていきましょう。そんな感じです。これで俺は何か言われるのかな。まあスカイピースさえはこんな感じですよ。普通に友達がね何か言われてたりとかしたらこんぐらい言うでしょ。普通に攻撃してるやつのさ友達がさ同じように何か攻撃を受けた時の気持ちって分かんないもんな、しょうがないよな。まあ僕のスカイピースさえはこんな感じです。多少なんか僕言われることあると思うんですけど、スカイピースには一生先輩をやってもらう予定なので、なんかちょっと大変なことになったら助けてもらいたいなと思います。はい、じゃあお昼の部またちょっと喋りすぎちゃったんで終わって食べてこのカメラ切って食べたいと思います。はい、ありがとうございました。シッシー。はい、ということで夜の部になりました。ということで今回は俺がゆうたに頼んでゆうたが俺に頼むと、結構今夜遅いんですけど12時ですね。さっきね一回スカイドットで集まって撮影を実はしてて、でその関係でちょっと夜の部が遅くなってるんですけど、でゆうた見た感じ、まあ、あんまりお腹空いてなさそうだったんでいっぱい食べ物注文したりして、明日ね僕に当たり強いみたいなのはねちょっと怖いんで普通に適量を頼んでいきたいと思います。はい、じゃあウーバーをねとりあえず待っていきたいと思います。はい、ということで夜のウーバーの時間になりましたよと。さっきまでね、みんなで撮影をしてまして、横に帰ってきてこれからね注文の時間なんですけども、すごい眠いです。いった指は痛え。最後の注文なんですけども、僕がヤマト君に注文して、ヤマト君が僕に注文すると、早速ね注文していきたいと思います。これ夜ご飯逆に少ないとかって面白いかな、夜飯にこれしか食えないみたいな、そのノリで行ってみようかな。決まりました。オーケー。僕もねヤマト君から注文が届くんですけども、その間にねこのお昼のねものを食べていきたいと思います。あと自分で剥いた梨もね食べたいと思います。お茶とかはね事務所で飲んできました。唐揚げも。この企画大変だな、撮影も編集も。あと2枚です。うまい。ということで根岸完食です。これでもう夜ご飯だもんな。まあ、そんな感じでねヤマトが注文してくれた商品が届くまで待ちたいと思います。てことでウーバーが届きましたね。あら、ちっちゃない。待って、マジ舐められた、舐められた、やられた。これめっちゃ舐めてるよね絶対。うわー、マジで舐められてるかもしれない。俺めっちゃお腹空いてんのにこのためにめちゃめちゃお腹空かしたい。うわ、マジかよ。文句も言いづらいわ企業様相手だと。
うわ、これあいつが食いたいもんや。うわ、マジやられた。俺めっちゃいいの頼んだのに。冷ややっこ、おにぎりこれやばい、マジでやばい。ちょっと待てよ、あいつマジで舐めてるわ。ということで、とりあえずまあ、ゆうたのものは届いたので電話します。おい、カメラ回せ、カメラ回せ、お前調子乗んな。ちょっとキモから電話かかってきたんで出ますね。誰がキモやねん。振ってますお前。いやーい。おい、ふざけんなマジで。相手に自分が食べたいやつを頼むコーナーじゃねえんだよ。あ、知ってますけど、そんなコーナーじゃないこと。あ、じゃあおかしいだろ、俺お腹空いてるって言ったよね、解散する前。何が届いたの教えてよ、俺に。え、冷ややっことおにぎりと味噌汁。最高やなお前。お前それお腹痛い時のゆうたの好きな食べ物や。バカか、お前冷ややっこ定食や。全然定食じゃない、こんなんじゃお腹全然いっぱいになんないわ。あ、お前育ち盛りアピールすんな、キモが。マジキモや。だ、あ、まあまあまあいいよ。俺ウーバーで追加で頼むから、ゆうたの。あ、そういうのね、時間的にもうマジね。いや、マジでやるからね。いやいや、ほんと迷惑だ。あ、いやいやいや、じゃあ謝っていった。いや、ルール的になしです、そういうの。いや、ルール的になしとか決まってねえから、別に追加注文なしって言われてねえから。決まってます、いっぺんに頼まないとなしです。いや、お前マジでキモやな。いや、お前がキモや。お前冷ややこ定食にイチャモンつけんな、キモ。あ、まあいいや、じゃあ俺が頼んだやつだけ教えといてあげるよ。中華4人前頼んでやって。バカか、食えるかお前。で、逆に超大量に頼んだわ俺は。お前ただでさえ俺もう4人前ぐらい食ってんねん。これちょっと俺挑戦したことない食べ物だから、嬉しいっちゃ嬉しいか。お前日本に生きてきて挑戦したことない食べ物それかよ。噛むなよジジイ。あ、お前が言うのクソキモ。これはマジでヤバい。顔めっちゃおもろいよ。え、マジでうざい。え、ほんとにうざい。え、けどさ、そこさ、あの、ちょっと履き違えてると思うから伝えてあげるんだけど、そっちのふざけでよかったと思わない？あの、ちゃんとした日本食を食べれることに感謝感謝しろよ。そうじゃ、そうか。え、なに？これじゃ大量に来たらお前食えないだろ的なこと？そうだよ。バカが裏方めちゃめちゃお腹空いて待ってたわ、ゆうとさん大量に頼んでくれるっつって。それは期待しすぎよ。裏方もがっかりしてますみんな。ゆうとさん、これはマジセンスないっすって。あの人服だけっすねってゴート言ってて。あ、服だけ認めてくれんだったらいいよ。これからも愛そう。食うよ、お腹空いてるし。当たり前だろ、バカか。ね、もう飯食いかね。あ、おか。ちょっとごめんね、お湯入れてもらっていい？あ、自分でやれよ、お前、社長。いつもの感じ出てんだろ。お前、絶対言うと。絶対言うと思った。で、動画でも出たら終わりだぞ。お前、ねえ、もう完全にはめられてるわ、こんな今日は何感じの。それ机に足乗っけてんの？乗っけてねえわ、いつも。さすがにやめてる？マジでうざい、ほんとに。おマジ覚えとけ、俺マジ追加注文するから。いや、あと話題なめんな。おい、話題、これ質問なんだよ、基本的に。いや、話題そっから展開していくやろ。 YouTube 始めた時目標にしてたスカイピースとこうやって4人で動画を撮れるのマジ感激だな。なえそれ、なめんな、俺に投げすぎやろ。そっからやっぱ歴史から語っていけばいいやん。あの時はそういうことを話してたとか。うわ、青すぎる、青すぎる。なんだろう、俺を妨害したいのか。うん、お前を妨害しても何も面白くないじゃん、しないよ。はぁ、は、はいはい。まあいいや、ゆうたのウーバーイーツ普通に頼んだけど、めちゃめちゃ遠い、あの定食屋さんみたいなところで頼んだから、着くの2時半とかってなってるね、今のところ。頼めないです、その地域にない。いや、頼みました。頼めないです。お前嘘ダサいです。はい、朝毛も来ましたので、いただきたいと。やってもらうな、お前。たまには自分で。たまにはって言うな、自分でやってる、いつも。じゃあいただきます。いや、やってないやろ、お前それいつも。いただきますって。だるい。もう、妨害ばっかりじゃん。いやー、ごめん、ゆうた。さっきまでの発言は全て撤回させてくれ。冷ややっこうまっ。冷ややっこマジうまいでしょ。で、お前それ、俺マジうまい。いや、唇にお前豆腐のカスつけて可愛い子ぶんな、豊島が。ねえ、誰か変わってくれ。誰か、ゆうたが深夜の撮影でマジ毒舌になってる。マジで言い過ぎてる、豊島とか。そんなわけで、君の飯もあと10分ぐらいで届くから、いや、それまでに俺食べとくから、とりあえず電話して、ついたら。分かった。はい、上手。はい。あとさ、ゆうたさ、あの、はい、来たわ、貸してやりましたよ。くだらない話は思いつくのに。面白いな、ヤマト。興奮してたね、俺のベスト定食に。豊島とか言われましたけれども、普段ほんとジャンキーな食べ物しか食べないですよ、僕。1日多くて2食ぐらいだから、1回の食事をすごいカロリー高くして量めっちゃ食べるようにしてて、日本食で勝負することがないんですよ、1回の食事で。なんか衝撃受けて、うますぎる。いや、今日3食来た中で一番うまいかもな。なんかこれ、ヤマトあるあるなんですけど、男女問わず黙って飯食ってるやつ見るとなんか守ってあげたくなるっていうのが
て、クラスでめっちゃ性格悪くて嫌いなやつとかがいて、でなんかそいつが給食とか一人で黙々食べてるとこを見ると、なんかそんな悪いやつじゃないような気がしてくるっていう現象なんですけど、なんかわかんない。わかんねえか。だから俺のこと嫌いなやつも一回こう俺の飯食ってるとこを10秒ぐらい見てもらえたら、悪口言うとうせると思います。熱い。はい、ということでね、ヤマトが注文した商品が届いたので紹介したいと思います。まずお米、豚汁、朝陣太に頼んだよこれ。豚汁とお米とこれ何度、サブ豚汁でした。でこれが生卵となんかタレみたいな、卵かけご飯なので、最後がこちらです、2リットルのウーロン茶。全員バカか、テオくんだけ優しかった。もう勘弁して。あのこれの企画の正式ルールがちょっと分かってないんですけど、飲み物は勘弁してください。これちょっと無理じゃない？だって俺これさ、バケツじゃないし俺、まあ、できる限り飲みますけど、食事の時に飲めた分だけにしてください。ヘイオツエー、もしもし、届いたよ。お、テンション高いや。豚汁、サブ豚汁とメイン豚汁とお米、卵かな、とお茶。サンキュー、最高の夜ご飯。自分がいかに俺に対してトゲがある注文をしたかっていうのを今思い知ってるよな。ちょっと申し訳なくなってるもんね。助かった、ありがとう。ちょっと食べるわ、サンキューね。あ、バグが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 、もうちょっとありがため。いや、もっとさすがお前のセンスはエグいわみたいな、やれよ。恩着せがましい、キモが。いただきます。豆腐でか、そういうのなんていうんだっけ、豚水っていうんかな。見てやまと、これおぉでかいよ。あー、いいいい、そんな別にでかさそんなことないやろ。うわー、いいな。うわ結構食うやん、しかもうわうわ結構ちゃんと食う人だな。おお、うわうまそう。やべ、おしっこ出てきた。うわうわめっちゃ食うやん、最高。うわめちゃめちゃ食うやん、うわめっちゃ食うやん。お腹空いてたんかい。うまー。え、ベストな注文だったでしょ。うん、ありがとね。あなたこの後も録音とかあるんでしょ。そうだよ、大変なんだから。で、明日朝から撮影なんでしょ。そうで、大変なんだから。体調だけ気をつけなさいね。よく撮ろうとしなくていいから、末永最後に。もうそうなってくると人生楽しくないやろ、そんな人のこと斜めに見て。いや、俺は本当のこと言ってるだけだし、いつも言ってないじゃん。だってヤマト、そうなら俺初めて言われた。いや、バカが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 、俺ストレート主人公タイプやから、そういうのも恥ずかしげなく口にできるタイプだし。で、何その後ろに服めっちゃ積んで、俺 YouTube やってなかったら古着屋店員やってましたけどみたいな感じ。自分だったらそう思うから、そう言ってると。じゃなくて、ユウタだったらそう思うかなと思って予想して言っただけだけど。電波ルインで切ります。止まった。あれ、ゆうたさん、マジ止まっちゃってるけど大丈夫そうですか？アイセオ。やばい、めちゃめちゃ強かったのに、あいつ何もダメージ受けてない。悔しがれよ、俺が苦しがってないことに。めちゃめちゃきついわ、こんな。ということでね、ヤマト君がね、頼んでくれたこちらをね、食べながら、最後の質問に答えていきたいと思います。今後やっていきたいことを真剣に語ってください。まず一つ、イベントです。なんか今まで、関西コレクションとか、TGC とか、それこそお渡し会とかね、みんなに会えるイベントみたいなのはやってたんですけども、この人主催のイベントっていうのはね、コロナが始まってからしばらくできてなかったんで、ずっとね、応援してくれてる子に直接感謝を伝えたいですし、そういう場をね、作れるように僕たちも今動いていて、来年にはなってしまうんですけども、そういうのをね、どんどんできたらなと思っているので、それがまず今後やっていきたいことの一つですね。あとは、ちょっと趣味の話になるんですが、スケボーをね、まずちゃんと練習して上手くなってみたいっていうのがあります。インスタとかでもね、よく見るんでこう流れてくるんですけども、やっぱりかっこいい。自分もああいう風にこうくるくる回ったり、ボード回したりして、こう一緒にやってる人とか、見てくれてる人が、わーいみたいななってる現場を一緒に作る側にね、なれたらなと思っています。思っていますというか、なりたいなと思います。やりたいことっていろいろあって、スケボーもそうですし、スノボーもそうですし、ダーツもできるならもっと上手くなりたいですし、バイク全然知識もないですけど、昔のね、なんか動画でバイク今年はハマるみたいなお話もしたんですけど、一応ね、教習所にはね、入会してきて、免許はね、これから取るんですけど、
こっからねバイクの魅力にどんどんこう入り込んでいけたらいいなと思っているので、その自分次第ですね、どうやって行動して動いていくのか。仕事の話で言うと、まあ、イベントをやりたい、ラジオをやってみたい、まあ、スカイピースと旅行行きたいし、ヘイフラとも旅行行きたいし、まあ、クリエイターオールスターズでもう一回集まってバスケやらさせてもらうっていうのも、まあ、夢の話ですが、もう今後やっていきたいことの話って結構尽きないな。パソコンとかにも詳しくなりたいし、 iPad とかにも詳しくなりたいし、洋服も詳しくなりたいし、色とかも詳しくなりたいし、なんかぼーっとしてるようで結構そういうの考えたりしてる一人で、それをいつか形に変えれるように、自分のやりたいことに素直に前向きに行動できるような人になりたいなと思います。完走しました。ナイススパート、ここ使われてなかったら受けるな。ということで完食いたしましたので、ウーバーイーツ1日頼み合いセガンツゆうたくんが終了でございます。ごちそうさまでした。 YouTube 始めた時目標にしたスカイピースとこうやって4人で動画撮れるのマジ感激だなというね、結構横暴な話題なんですけども、まあこれは本当感激ですよね。スカイピースとこうやって動画撮れてるっていうことは本当当たり前じゃないなっていう。スカイピースは俺らのことやっぱ同等として扱ってくれるけど、スカイピースの方は YouTube の歴も長いし、年も上だし、助けてもらってることばっかりだから、普通にマジで仲いいからな。一緒に戦ってきた仲間でもあるし、最高な先輩でもあるし、ほんとスカイピースの関係は特別で、だからこうやってね、すごい好きな2人と動画を撮れてるっていうのは俺とユータとしてはすごい嬉しいわけですね。でやっぱこういう風に、まあなんか大会を一緒に作りましょうとか、まあ、こうやってウィークで YouTube 盛り上げましょうっていう風にやってってるとすげえ思うのが、マジで YouTube 楽しいなっていう風に思います。しかも僕たちにとってこれは仕事ですから、もちろん本当にきついことはたくさんあるんですよ。けどなんかそれって、例えば学校行ってたりとか、まあ、会社で働いてたりとか、家事をしてる方だったりとか、まあ、なんかやってることの中できついことがあるのは当然だと思うんですよ。やっぱ仕事ってきついものだし、まあ、やりたくないものっていうイメージがある中、やっぱこういう風に4年間同じことを続けてきても楽しいっていう感情で純粋に向き合えてるのはすごい嬉しいし、多分コムドットもスカイピースも結構きつい部分をエンタメにするじゃないですか。だからなんかこう、お前らだけ忙しいわけじゃねえんだよ、お前らだけきついわけじゃねえんだよって言われることも結構あるんですけど、俺らもね、自分たちだけがきつくて、ほらほらこんなきついんだぜ、お前らよりもすげえだろみたいな、そういうことをやりたいわけでは本当になくて、なんかこうやってがむしゃらに目標に突き進むっていうことをあえて動画にすることで、じゃあ私もテスト勉強頑張ってみようかなとか、今の会社辞めて起業に挑戦してみようかなとか、そういう風になんか、まあ、俺らのこの生活っていうものからパワーを与えられたらなと思って今 YouTube やってます。現状にすごい満足しそうな自分と、現状に満足してはいけないって思う自分がやっぱ葛藤して戦ってるわけですよ、自分の中で。まあ、それってすごい幸せなことですよね。いやだからもう今年も残り2ヶ月切りましたけど、やっぱ目標を追っかける上で数字ってやっぱみんなの目に見えるものだから、すげえヒリヒリもするし、精神はねもちろん削られるんだけど、そんな状況が楽しくて自分たちでやってますからね。でまあこんだけこう手を取り合いながらここまで来てるわけですから、スカイピースとは。なんとか今年も一緒に400万500万っていう目標は達成したいなっていう風に7人に話したりして、今すげえいい状態でこう気分が高まってます。なんとか今年の YouTube を盛り上げて自分たちの目標も達成できればという風に思っています。この動画をこの辺まで見てくれてる人はね、応援したいとかそういうポジティブな気持ちで見てくれてる方が多いのかなと思うので、もしそんな方の中でまだねチャンネル登録してない人がいたら、右下の赤いボタンからできます。こんなしつこく言って本当にうざいかもしんないんだけど、まあ、コムドットにとっては残り2ヶ月しかこのセリフも言えないので、ちょっとねお付き合いいただければと思います。結構長々喋ってしまったんですけど、今日はありがとうございました。引き続き、スカイドットウィーク楽しんでください。バイビー。はい、ということが時間が経ちまして、はい、ということが、はい、ということで時間が経ちまして、ただいまの時刻がよいしょ1時10分です。ウーバーイーツ頼み合い史上一番深夜帯ですね。で、なんでまあこんな遅くなったかというと、昼頼み合いした後にすぐにコムドットと一緒に撮影があって、で、この、こんな時間になっちゃったんですけども、他撮影の都合でこの方もいます。こんにちは、マータソです。マータソちゃんも来てくれてます。はい。はい、ということでじゃあ早速テオ君から届いたので見ていきたいと思います。まずね、ちょっとびっくりしたね、これ飲み物。コーラ、これ飲んでることないよね、なかなか。まあ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 。そしてですね、これが頼んだんですけども、夜だから、あんまガッツリなの食べたくないんですよ、この俺の性格上。ヘルシーなものばっか食べたいね。てやくーん！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 あ、すごいよ、これてやくーん。昼間ガッツリ食うと赤からの。鍋だね。あー、鍋か。で、こっちもね、手羽先かな、これは。
ありがとう。いや、そうだね。いや、まあまあまあ、全然お腹減ってるから嬉しいし、めっちゃ食べれるんだけど、ただね、サラダチキンとかあったらよかったけどね、まあ、ないから、いただきますか。珍しいな、夜こんながっつり食べる。いや、そうよ。だって俺、このまま食わなかったら痩せれるわけでしょ。痩せるチャンスを今、棒に振ってるからね。まあでもこの後も録音があるから、力をつけるためにはこれは食べておいた方がいいかなと思います。いただきます。うん、うまい。うん、あれ食べれちゃった。あ、美味しい。なんかうち出ちゃいけん人みたいな。いや、全然出ちゃいけん人みたいな。すいません、いただきますね。いただいてください。つくねが美味しいよ、これ。まだその右前の前髪に、これは何？米か。もう白いなんかあるよ。開けた。何？ついたな。開けか。あ、じゃあ今日布団をさ、お腹空いてるからもう。いただきます。つい、気をつけて。あ、へっ、あ、かあ、ふっあ、いいっしょ。なんかもう、すぐほぐこうかな。そうだよ、1時半になりますよ、もうやばこれ暑いんだ。あ、俺もうノンフードだよ、こんなん。あ、猫舌じゃないんだ。これノンフードでいけんの、マジすごい。すごいすごい。やっぱ俺すごいんだ、猫舌じゃないんだね。でもちょっとね、俺ベロ火傷してる。俺多分無理してた、ちょっと無理っぽいな。ちょっとマンタさん前で強かったわ。前テオくんとカスちゃんと行った時、ジンタおらんかったもん。あの時赤から行ったよ。ええ、俺のいないところで赤から行ってんの。行ってる、3人で。いついついつ。1年前ぐらいと思うよ、すんごい楽しかった時。だるだる。あ、何回だった。マンタさんってコムドットとかっつりなんか思い出ある？2回あるし、あっちゃんとは踊ってみたし。すごいね、最初の頃はもう怖くて絡まないみたいな感じでした。言っとった。俺も最初言ってたけど、なのにもうこんなもん気づいたら動画撮った。ほんまそうよ、言っとった言っとった。なんかディズニーでその話したもん。うん、ちょっと怖いみたいな、なんか道開けなきゃみたいな、なんか話をなんか後ろからイカつく人が来て、あれもしかしてこの乗った、やばい道開けなきゃみたいな話してたよね。したした、めっちゃ怒るとよそれ。でもやっぱ結局絡んでみたらいい人なんだ。うん、でですね、テオくんから質問が来ていますと。見てる人が気持ち悪っと思うくらいスカイピースの良さを教えてください。マートスがいる状態で恥ずかしいですけども、ちょっと愛を語らせていただきたいなと。俺とテオくんで全く考え方だとか性格が全然違うんですね。スカイピースっていう YouTube を通して学校で絶対に交わらない二人が一緒に組んだわけですよ。俺の持ってない部分はテオくんが持ってて、逆にテオくんの持ってない部分は俺が持っててっていうような、ある種最強な二人組になったっていう。天使だけで戦ってる、悪魔だけで戦ってる。それだと勝ってない、天使と悪魔。これ違うな。よーそう、違ったな。ヴィランとヒーローが一緒に、そう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 、同じ敵を倒しとるみたいな。そうだね、そうだね。絶対ありえんことなのに、二人合わさることで。そう、だから本当に、なんだろう、お互いの弱点を補い合ってるし、強みを持ってるっていう。だからこそスカイピースの企画の幅は広がってると思うし、だからここまで強い人たちって、俺いないんじゃないかなと思うけどね、正直、自分たちで。うん、すごいバランスだと思う。うん。いいよね、すごい。正直ね、俺最初の頃って、テオくんが凄すぎて、金魚の糞みたいについてってるみたいな感じのちょっと思ってたりとかしてたんだけど、なんか少しずつ最近は自分にもちょっとだけね、自信が持てるようになってきて、で、テオくんもそう言ってくれてるんだけど、スカイピースは本当に二人全く色が違うからやれてるし、テオくんが二人だったとしても、俺が二人だったとしても絶対にこうはなってないよねっていう。だから全く違う二人が合わさったからこそ、こんなに伸びてるよねっていうのはすごい思うようになってきたな。いい意味で自分に自信持てて、補えてるなっていう風に感じるようになった。それこそ俺の尊敬する人、テオくんでもあるから、尊敬する人にそんな言ってもらえてありがとうって感じ。めっちゃ距離離してるみたいな。だから多分他の YouTuber とかってね、それこそコムドット地元で集まったりだとか、昔から仲いいとかだけど、俺たちってネットで出会ってるから。何歳で出会ったの？19とか20とか。だってもう結構や、19、20って出来上がった状態。そうだね、境遇も全然違う、育ったり。そうだよね、全然違うんだもん。すごいわ。食べ物らしくなる。でも噛み砕けて食えるからいいや。うわ、すごい嫌な気持ちになった今。肩から見たら伝わっとるよ。ずーっといてこんだけ仲いいのってすごいよね。もう本当にずっと会ってんだよ、テオくんと。俺の人生の中で一番会ってる人なんじゃない。喧嘩するよ。いや、喧嘩とかもしないよ、全然。なんか真面目な話し合いとかはするけど、男と女だったらもう最高のパートナー、運命の人やってなるよね。うん、だからめっちゃね、嬉しい。あ、さっき言った。嬉しい。で、あとね、俺すっごい思うのがね、人間性がすごい素敵だなと思う。俺、考え方とか。主人公みたいな考え方してるからさ、自分がかっこいいと思う生き方をしてる人じゃん。だからこそダサいことはしないわけじゃん。だからすごい優しいよね、そういう意味で。うん、かっこいいよな。なんか昭和の男みたいな感じ。あ、ね、すごい。いいと思う。あんなふざけてるけど、実はめっちゃ大真面目。
俺は一番真面目じゃないのはマタソ。嘘つけ。いや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 。マタソやろ。マタソやろ。いやいやいや。いや違う、だっておかしいじゃん。よく考えて、まあ、俺がもし真面目じゃないとするやん。真面目じゃなかったらテオ君怒っちゃうよ。いや。いやマタソが一番真面目じゃないんじゃない？いや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 。よく言ったよ。おかしいって。カシちゃんはどうなの？真面目？どうだろうね。みんな違う狂っとる感じあるからな。確実いるのはテオくんは真面目だよ。そこは確実に一番真面目、うん、真面目だよ。マータスが一番真面目。俺は出ちゃってるだけ。俺はなんかたまたまちょっとね、あの集めてる、 おしっこ集めてるよみたいなとかも、うん、出ちゃってるだけなんで、そのなんかマータスをほんと言ってやりたい。いやいっちゃりたいわ。本当に面白いんだからマドチは。どうかが面白いんだからもう。まあ反対はしてないですよってことだけは言いたい。うんうん、そうだね。まあ人に迷惑はかけてないはず。うん、いいバランスだよね。でも本当にいいバランスだと思う。そればっかり思うわ。それこそさっきの話に戻るけど、スカイピースだと結構行動力あるじゃん。それこそアオラブみたいな4人を作りたいって言ったのもさ、スカイピース掘ったんだったりしてさ、うん、で行動力があるからそこも強いなと思う、うん、なんかやりたいなーで終わんないのが。オラもそこまで動いてる人、自己肯定感低いってか俺は言ってるけど、意外とねスカイピースに対しては結構自信を持てるようになってきたりとかはしてきました、うん、ありがとうございます。で、あと最近俺すごい学ばせてもらったなって思ったことなんだけど、自己肯定感の高い人が好きっていう人に出会ったの。私なんて全然です、こんなもう全然しょうもないですよっていう風に言ってたら、その周りの人にもちょっとなんか申し訳ないってなっちゃう。そんなことないのにって思った。そうそうそう、そんなことないのに。失礼じゃないけど、失礼じゃない。だってうちはジンタンが自己肯定感低かったら、そんなジンタンが好きなのにそんな自分嫌いしたら、そう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 、否定されてるよね。そうそうそう、好きって言ってる人に失礼だ。そう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 、っていうのを聞いて、あ、もう確かになんだ。性格的にこうね、自信を持ってドーンって胸張るっていうタイプではないけど、自分を詐欺すみすぎるのもちょっと良くないなっていうか、ファンの人を裏切っちゃってるなっていうふうに思って、うん、だからリスナーさんが好きなジンタンはもう好きでいようというか、自分を愛しましょうっていう、ね、そうそう、もう少し自分を愛してみようかなって。愛していい人間だと思います。マーチはね。あ、私もで、でも一番真面目じゃない。一番真面目じゃないけど、そんなマドチも好きです。裏で何してんねんってなってるけど、それで僕たちは頑張ってみんなを楽しませれるようにスカイピースは引き続き頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。これでいいのか、これでいいのか。じゃあまあちょっとテオ君からの電話を待っていきたいなと思います。Oh my god! OMG! Oh my god!こちら、オールカジュアル、秋冬新作で出た、ニット帽。これガチいんで、チェッキングよろしく、ピース。昼の、ウバイツ、12時だったんですよ。まあ、1時とかに食べ終わったんですけど、現在の時刻、1時半 !12 時間何も食べてない！マジお腹空いた。というわけで、夜の部は、ジンタンから届いたんですけども、僕編集があって、スカイハウスに来たんで、夜はスカイハウスになります。なんだろう、餃子唐揚げ、そしてこれ何、うどん、豚ソース焼きそばとご飯、餃子、唐揚げ。ご飯入ってない。ジンタンご飯盗まれてる。全然入ってない。で、すごいバカでかいウーロン茶。俺ウーロン茶飲まない。バカでかいウーロン茶の。やっと食べられますよ。グラッツィカルスターマンドラスティングアミゴ。へへへ。で、今1時20分なんですよ。で、この撮影が終わるのが多分2時半ぐらいなんですね。1時間ぐらいで、そっからユータとあっちゃん来ます。で、そこで一本撮影がありまして、で、明日8時起きで秋葉原の方に撮影があります。コムドット頑張ろう。でもね、楽しいよね。やっぱりお互いでこう高め合って頑張りましょうってなってるこの感じがすごい楽しい。コムドットウィーク終わりたくないもん。ずっとやってた、永遠楽しいわ。それでは行きます。おててのシワ子さんとシワオさんを結婚させ、そこにシワ太郎が生まれる。人はそれを幸せと呼びましたとさ。ハラッキュー。いただきます。紅生姜大量に入ってる、全部嫌い。ふぅ、うんま、トッピングに餃子と唐揚げなの、最高。うんま、ジンタンめっちゃボケてくんのかなと思ったけど、夜で遅くて疲れてるだろうし、多分気使って頑張ってボケたのがこのデカさ。優しいやつですわ。ちょっと熱いので冷ましつつ喋りましょう。ジンタンから来た質問、2人だけの家でやりたい企画を教えてください。あの以前スカイピースのチャンネルで、今日から2人で暮らしますみたいな動画で、ジンタンと俺だけのね、2人だけの家を借りるのはどうかっていう企画を撮って、無事審査通りました。
なんでまだ見てない方は概要欄に貼っておくので、そちらの動画を見てほしいんですけども、そちらの家にね、僕とジンタ2人だけで住むことが決まりまして、そこでやりたい企画っていうのを今聞かれてるんですけど、7年目に入ってスカイビスの発祥の地である所沢でやってたこととかがいろいろできるんじゃないかなと思って、もう何をしても面白いんだろうなっていうので、すごいワクワクが止まんない状況です。俺とジンタってやっぱり動画撮ってる時も面白いんだけど、ジンタと俺が話してる時ってオフが一番面白いんだなって思うてて、その二人で暮らしてて、二人でいつでもカメラ回してよくてってなると、別にオンオフの切り替えをするわけでもなく、その状態で多分動画に出ると思うんだけど、なんかそこら辺がジンタンとね、今チャンネル登録者数とかがすごい増えて、所沢自体を知らない人たちもいると思うんですけども、二人の時ってこんな感じかっていう人と、まあ昔から見てる人は、うわ懐かしい二人がこんな感じでいるのみたいな、前よりやっぱこうコラボとか多くなったりとか、企画してるものがメインになってきてるから、昔っぽさっていうのはなくなっちゃってて、寂しいなって思いをしてる子がいると思うんですけども、そこでの動画って多分すっごい懐かしい気持ちになれると思います。なんで2人で住んでまた新しいことっていうよりかは、2人で住んでまた改めて昔みたいなことしたいなっていうのは俺は思ってるんで、すごい懐かしい気持ちに見てる人もなるし、俺たちも多分なると思うので、スカイピースってこういう一面もあるんだなっていうところを含め見ていただけたら嬉しいかなと思いますので、ぜひこの動画を見ている方はチャンネル登録よろしくお願いします。今ウィーク中でね、コムドットウィークが最初なんですけども、青ラブウィークとかね、いろいろあってスカイピースウィークも考えていますので、そちらのスカイピースウィークには多分2人のね、その家の動画とか入ってくるかもしれませんので、ぜひぜひそちらを誰よりも早く見たいと思っていただけましたら、チャンネル登録して通知登録して待っていてください。年内目標500万人、ものすごい数です。無理だ無理だと言われてますが、僕たちは諦めず頑張ってますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。スカイピースコラボ多いって言われてますけども、本当に僕たち自分たちの力じゃ何もできなくて、いろんな人に助けてもらってスカイピースっていうのが今あって、で500万人という数字も自分たちの実力で言ったなんて、そんなことは一度も思ったことありません。周りの人間の支えだとか、見てくれてるファンのみんなとか、支えてくれるチームのみんな、俺とジンタの2人だけでは何もできないので、そういう人たちに支えられてみんなで行く500万だと思ってますんで、ぜひね、昔から推してる人も新しくスカイピースを知った人にも、ぜひ500万人に行くスカイピースの景色をね、一緒に見ていただきたいので、どうか一緒についてきていただけたらとても嬉しいです。本当に500万人行きますので、ご協力よろしくお願いいたします。頑張ろう、俺たちも頑張るから、みんなも恋愛、仕事、運動、部活、人生、全部頑張ろう。さあ、というわけでいろいろ喋ってきたんですけども、最後にね、ジンタンと電話したいと思います。ずっと待っててくれたんやね。それでありがとう、ポップミュージックのキャラクターの人。誰がダンスダンスレボリューションに似てる芸人。いや、そこまで言うとらん。マドちゃん、あれマドちゃん、実はマドチが録音でちょっと今来てます。そうや、赤からね、ほんとね、俺めっちゃ頼むよ。だから俺の一番頼んでるやつを届けました。辛さはどんくらい？辛さ一番低い1。あー、まあ、美味しく食える辛さだね、これだったら。そう、俺とジンタもギリこの辛さなら、ね、でも1でこれなんだね、赤からって。カスとか3好きだから、一緒に食べに行った時3とかだともう辛い。いや、そうだから俺、あのマータソーに聞いたんですけど、前に赤から3人で行ったって聞いて、え、いつと思って。ああ、そう、いつだっけな、まだジンタンが二股してた時かな。何それ、その時なかったよ。ないか。うん、そんな時期ないか。木村良平カメラ切る。てよくお腹減ってるって言ってたから、結構ガッツリのやつ頼んでみた。めっちゃ減ってる。え、そう、足りる？足りないかなとちょっと思ったけど。あ、足りなくても目の前のセブン行くから大丈夫だよ。あー、なんか冷た。いや、でも俺一つちょっと疑問になったことがあって、まあ赤からはまあ全然具沢山だし、まあお腹にも優しいしいいんですけど、俺コーラテオくんの前で飲んだことあんまないと思うよね。マジで見たことない。だよね。逆に俺ウーロン茶飲んでんの見たことある。でかっ！ちょっと待って、でかくないそれ。ボケだよこれ。そんなでかいと思って頼んでないんだけど俺。2リットルや。俺のお父さんが庭に猫来るから殺そうとしてる装置みたいだわ。いや、ちょっと待って、えぐいわ。テオくんのお父さん、あんま会ったことないけど、すごいな。猫殺そうとしてたの、野良猫。あの、もう野良猫が邪魔してくるから、とっ捕まえようとかじゃない、殺そうとしてた。ファンキーやなと思って。すごいね。ワンちゃんヨゼフと同じぐらいヤバいかもしれん。ヨゼフもヤバいね。スカイピースってお互いのお父さん結構破天荒なのかもね。
そうだね、俺のお父さんは俺のお母さんと写ってる写真を見た時アヒルボートの首に座ってたからね。やばいねそれ、運転席飛び出して。すごい、テオくんのお父さん会いてぇな。会ったことないもんね。え、でもテオくんのお父さんは俺のことを見たことあるんでしょ。当たり前、ライブ見に来てたもんね。うわお見送り会とか来てたらめっちゃ良くない。お父さん、お父さん。ありがとう、ありがとう。入ってこないよね。うわ来てくれたらいいね、いつか。いや、どうでしたか、まあまあまあ、今回の Uber。 いやそうね、だからやっぱ結構いろんなこと語れたかなと思うけど、もう俺も結構熱いこと語ったね。テオくん朝からめっちゃ熱いこと言ってた、言ってたね。なんかヤマトもね、結構熱いこと言っちゃっていいんすかみたいな感じで言ってたから、ヤマトも結構言ってくれてる気がするけどね。嬉しいね。だから俺はもうタイマッサージしてる中、クリエイターとしての流儀を語ってるからね。いやまあだからさ、ちょっと広がったよね。ヤマトがそういうことをしてきたわけやん。めちゃくちゃイレギュラーなこと、おもろってなったもん。だから Uber 頼み合いっていうタイトルだけど、うん、デリバリーという要素を入れたらもう何でもいいみたいなね。この企画の道が見えたよね、広がりが。やってくれたね、ヤマトが。テオくん、回線止まってるわけじゃないよね、これ。え、これめっちゃ止まってるけど。え、え、一個うまっ、めっちゃうまいぜ。お前二人でやったら、しかも後ろのバートソめっちゃ動いてるし。うわー、よかったですね。楽しかったですね。楽しかったですね。次回は誰なんだろうね。ヘイフラアオラブコムドットできてるから。だってヘイフラなんてもう1000万再生とか超えてるからね。アオラブも4、500万だよね。4、500いってるからね。だからもうね、すごい企画だわ。まあちょっと俺もこっちの動画も完全に締めたんで。ああ、そうなんだ。ちょっともう例年のごとく、前も確かテオくんだったと思うんだけど、テオくんがうまいことちょっと締めてもらえると。わかりました、任せてください。ということで、じゃあお疲れ様。お疲れ様でした。バイバーイ、またねー、くぞー。すごいことを言ってましたけども、テオくんにパスします。面白い相方。クズそうなのお礼だから、ジンタになすりつけるっていうイメージを。はい、というわけで今回も Uber Eats 頼み合いしてきましたけども、本当に視聴者さんと同じ気持ちで、この動画の編集ってジンタなんですよ。もうヤマトが何話したか、ジンタが何話したか、ユータが何話したかっていうのは、動画上がったタイミング、みんなと同じタイミングでしか僕見れないんですよ。なんでもうプレミア公開で、まあその時に撮影が入ってたら見えないんですけども、みんなのチャット欄とかを見ながらね、多分この動画確認してると思うので、ものすごくこの動画楽しみにしてます。ユータもめちゃくちゃ楽しみにしてるって言ってくれてたんで、ちょっとね、本当にみんながどんな話をしたのか、みんなと同じ気持ちで見ていきたいと思います。というわけで第3回 Uber 1日頼み合いしてみた、これにて劇場終了。閉店。ガラ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 ガオ、ガラガラガラガオ、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 ガラガラガオ。それでは第4回でお会いしましょう。ではまた、桜の咲く頃に。ジャーバーに。メカフー、最後まで見てくれてありがとう。 Uber 頼み合い楽しかったね。なんかみんなが相手のこと考えて献立作ってるみたいで、美味しさ倍倍倍倍アグラだよ。ほんとその通り。 Uber の配達員の人も楽しんでねって言ってた。優しい Uber の人の温かさもプラスで、美味しさ倍倍倍増倍アグラだよ。なんだこれ。そんな喜んでもらえるなら、これから毎日手奥に Uber 送りつけようと。嬉しすぎる。ジンタの優しさも盛り込まれて、美味しさ倍倍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 倍